most powerful, cheerful, wonderful. Just kick off. KMIX. Move on. Move on.さあ時刻は3時8分になりましたということで K-MIX Move On 月曜日6月5日でございますね。芦田宗人です。よろしくお願いします。こんにちは、川崎れなです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいんですよ。何ですか。いいんですよ、その言い方。お願いします。いいのいいの。いや僕はやっぱね、はい、あのツイッターで今日もね、はい、川崎れなさん、我々が今東京カレンダー風写真をね、うん、はい、上げてるんですよ。皆さん知ってます、あのおしゃれ雑誌、はいはい、ね、謎のね、あのいろんな、ね、素敵なお店とか紹介してる東京カレンダーですけども、はい、うん、静岡カレンダーも作らなきゃいけないということでね、はい、毎回ザキさんをこう、あれ毎月出てるんだっけ。毎月かな、毎週じゃない、毎月だよね、はい、だから月 間, か、月間ですから、はい、静岡の川口春奈をやっぱね、うん、撮らなきゃいけないってことで。なるほど。川崎れな全然違うし。いやいやいや、こう撮りましたよ。寝で撮って、今日もお店を今回ね、セノバにあるお店の中で毎回スタジオの中とか、はい、まあ、そこら辺でうろうろしながら撮ったんですけど、うんうん、今日初めてお店をお借りして。そうですね、お店の名前が、はい、セノバの5階になりますピッセリアドーロローマさん、うん、新静岡店、はい、めちゃくちゃ美味しそうな雰囲気でお店ね、同じ階にあるんですよね、はい、すごいね、お店の方もいい感じで、うん、心よく撮影 OK していただいて、はい、我々がやんや言いながら撮ったんですけどそこもね皆さん行ってほしいですけど、はい、それを素敵な写真撮ってね、リスナーの皆さんが本当喜んで、うん、うわありがとうと、毎回引用リツイートでもうものすごい皆さん盛り上がって、いやそうですかね、それ知ったんですけど、ね、川崎さんがそれに対しての引用リツイートで、はい、よろしくお願いしますって言ってて何ですか、いやいや東京か、あれ静岡カレンダーの人の返しとは思えない言い方ですから。いやなんかそのどうしたんですか、なんていうのかな、はい、こうおしゃれなことしたら、うん、ふざけないと勝率が合わないというか中和したいんですよ。芸人の発想なのよ、芸人がかっこいい写真撮られたら恥ずかしいからそれを壊したくて、はい、そういう感じで返す気持ちは分かる。ちょけちゃうっていうね。いや、いいんですよ、あの美しい川崎レナのままでいていただければいいのに。いやいやだってね、結局放送始まったらこれじゃないですか。いやいやこれっていやギャップが美しさを生むんでしょうよ。まあまあでもまあ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 、まあね、いやいや変で自分から崩そうとしなくてもあの正解はじゃあ何なんですかね。え、あのままですよ、だからもうあのままいればいい、あのままいいればもう美しいツイートとかも、そうです、本当に美味しいランチでした、まあ、とかそういういただいてないんで嘘じゃないですか、まあ、まあそれはそうなんだけどちょけるよりもっとやばいですよ、まあ、いや例えよ例えよ、まあまあね、食べたとしたら、はい、そういうこととか、まあ、そうかそうかね、はい、今度プライベートでも利用したいお店ですみたいな、まあ確かにそうかようなことを言ったりすればね、はい、いいんじゃないですか。まあまあまあちょっとねちょけないとやってらんないですよ、はい、なんかそわそわするのやめてもらっていいですかどっしり構えてもらっていいですか本当にね、ということで ねこんな素敵な方と私も今日おしゃべりさせていただいておりますけど、いやいや、まあとにもかくにもですね、はい、この前のイベントですよ、はい、お疲れ様でございました。土曜日ねありまして、はい、ありがとうございました。来ていただいた方ありがとうございました、いろいろメッセージも来てます。いろいろ野菜さん、はい、ネッチザキさん、こんにちはザキさん、6月3日の富士山静岡空港のイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。私事ですが当日は空港にまつわるメッセージも読まれ、うんうん、グッズの抽選にも当選して手渡しでいただいた限定ステッカーにはザキさん、そしてマキブーのダブルサイン、おお当たりだ。そうなんですよね、うん、牧村さんが急遽代打で行ってくださいました、はい、ありがとうございました。今年の運も早く使い果たしてしまったようです。長い長いコロナ禍が明けてこれぞ待ち望んでいたアフターコロナと、しみじみ実感しました、うん、今回ムネスさんは残念ながら休演でしたが今後もきっとイベントの機会はありますよね。観客の方にも参加できなかった方はおられたと思います。今回以上に大きな規模で第2弾第3弾のイベントをお待ちしておりますということで、はい、他にもね、縁結びさん、はい、塩結びさんか、ごめんなさい、どっちが合ってるの縁結びと読ませようとしてるの、ね、あのパターンかな、塩結びさん、はい、芦田さん、玲奈さん、こんにちは、初めまして、初めてメッセージします。ありがとうございます。土曜日のトークイベント参加させていただきました。生芦田さんが見られると、ね、うんうん、思い楽しみにしていましたが、あ大雨めということで、
当日は1に着いたらステージが見えないほどの人だかり、子供2人を連れての観覧だったのでおとなしく してくれるはずもなく、移動しながら人の間からチラチラ見るのみ、観覧でした。それでもレナさん牧村さん美人コンビに、眼福でした。とんでもないっす。最後はちゃっかり抽選会もクリアファイルまでいただき、真面目に観覧されていた方に申し訳ないと思いつつしっかりもらってきました。わたあめ食べたいとコラボステーカーの列には並ばせてもらえずゲット、できなかったので心残りです。次はぜひ生芦田さん会いたいですと、ね、他の方にもたくさん、ね、うん、メッセージ来ております。ありがとうございました、はい、ちょっとね交通事情でね、うん、芦田さんは来れなかったということで、まあ、いましたけどね僕はいました。僕はいましたよ。あ、そうですか。僕はまあ実際それはもちろんね、はい、東京にいましたよ、うん、朝早くからごめん雨でね、はい、新幹線動きませんってことで、うん、たら僕はもうスターウォーズのフォースみたいな力で家でこう座禅を組んで念を飛ばしてみたんです。はいはいはい。いたでしょ僕。いました。いたでしょ僕が。いた、うん、いました。いたでしょ、はい、目が死んでる僕が。目真っ黒でした、ね、びっくりしちゃったよ。微動だにしない僕いたでしょ、うん、ね、だから僕魂を送ることによって、はい、なんとか形だけは送ることできたんで、はい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 、無事に僕も参加できたなっていう気持ちではいるんですけどね、はい、いかがでしたかザキさん的には。あ、うん、あのすごく楽しくて、うん、まず、ね、すごいお天気だったから、はい、ね、全然皆さん来られないと思ってましたし、ね、の中結構たくさん来ていただいて、うん、はい、立ち見もしていただいて、ね、本当ありがたいなと思って、うん、で空港も本当に素晴らしかったです、ね、僕もちょっと、魂しか送ってないんで、はい、ちょっと視力ないもう見えない見えない状態でもうほぼあんまり見えないんですけど、なんとか雰囲気だけは感じ取れたんですけ ど、はい、実際どうでした。実際めちゃくちゃ楽しかったですよ。おで、いいね、うん、空港の方も本当に優しかったですし、うん、ご飯も美味しく、はい、で私はイベント終わりにこう展望台に行って、はいはい、飛行機実際に見て、うん、来たりとかもして、はい、やっぱりいいですね。なんかこう空の入り口というか ね、 ね、夢がある。もうだからちゃんと肉体で見たいなっていうふうに思いましたし。ただ僕耳だけで聞いたんですけど、はい、なんか途中牧村さんの腕食べようとしてたっていうなんか情報だけがこう耳の情報で入ってきたんです。あれは どういうことですか。うん、なんか腕うまそうだなって言ったっていう説があるんですけど、はい、なんかその沖縄に、はい、なんか沖縄のエピソードになって、はいはいはい、牧村さんがね、うん、代打で出てくださったんですけど、はいはい、牧村が、うん、まあ、去年の夏休みに沖縄に行ったと、はい、実際でその時に日焼け止めを塗るのを忘れて海に行ってしまって、はい、確かで腕がこう2色になっちゃったと、うん、ああまあまあまあ色白の部分とね、はい、濃くなっちゃう部分、はい、でなんかそれで話終わったはずだったんですけど、うん、なんか美味しそうって言っちゃって。なんかちょっと記憶がないんですけど食べようとしてた。俺の記憶ないではあるけど、なんで川崎レナの記憶がないの。それはおかしいだろう、うん、ちょっとね、うん、まあ、本音なんですけど怖いな。なんかそのちょっと色合いがね、そうか、記憶なくなって気づいたら食べてたとかじゃないよね。鬼滅の刃みたいな話じゃないよね。鬼を食べてたみたいなそういう話じゃないよね。もう二度と K-MIX のお仕事できないかもしれない。それ以外もできれば。なんで K-MIX 以外はできるみたいな言い方。そうですか、はい、まあまあ、そんなこともあります、ね、そんなこともあった波乱万丈の回でございましたけど、はい、ね、来てくださった方他にもたくさんメッセージいただいてますけど、す、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっとめちゃくちゃ喋っちゃっておっしゃってますけど、はい、はい、ということで まずは今日のメニューから、うん、この後3時30分ごろ今日あなたの耳を心をムーブさせる曲をセレクト、ムーブオンミュージックスイッチ、はい、そして5時台最初は今日起きたニュースから番組がピックアップ、うん、トゥデイズムーブ、そして5時25分からは第一不動産のスタッフが静岡のお部屋を紹介してくれます、ムーブアップリビングオン、そして6時15分頃からはムーブオンムーブ、私たちが日替わりで、まあ、好きなことをテーマにお話ししますが、はい、喋ってます、はい、本日は私川崎が、まあ、6月に入ったということで、雨の日を、うん、まあ、好きになろうというテーマで、まあ、雨イコールみんな嫌なもんだって思いがちですけどね、はい、そんなことないぞと梅雨をね楽しもうということ。あ、いいじゃないですかこれからに向けてね、はい、はい、お話をしていきます。はい、そして6時台の後半にはシンガーソングライターの優香さんがリモートで登場します。はい、で今日のテーマもね
今日のテーマじゃあ、はい、さらっといっちゃいますね。今日のテーマこちら、本当にってことでね、はい、まあ、最近ね、いろいろフェイクニュースも多い中で、ね、やはり疑いの目で持っていかなきゃいけないということで、はい、皆さんが疑ってることをね聞こうっていう、まああるじゃない、いろいろ疑ってること、はい、うん、僕がよく疑うのは、僕映画割と好きなんで映画見るんですけど、はい、洋画とか見るとね、うん、最初の方に事実に基づく話でってくると、うん、本当かって、あ、わかる、トゥルーストーリーとか書いてあると、うん、本当かっていう、よくちょっと思ったりしたりしますけど ね、はい、ね、香崎さんなんかありますか。私は、うん、その、まあ、なんかその定説説で、はあはあ、そのコピー用紙を、コピー用紙、さっきちょっと調べたんですけど、はい、42回折りたたむと月に届くっていう厚みで、そんな嘘でしょ。なんか計算式的にはちゃんと届くらしいんですけど、あるね、その、その理論上はそうだみたいな話ね、はい、うん、はい、とかは、そうなるね、はい、壁ずっと叩いたらその何百万回のあれの確率で通り抜けることがあるみたいな物理が科学的上ではそれは起きえるみたいなやつね、うん、はい、その話ちょっと確かに気になりますね。気になっちゃいますね。皆さんが日頃 ね、 ね、生活してる中でこれ本当なのみたいな、ちょっと実は疑ってる、はい、逆にそれに対していや本当ですよっていう人もいるかもしれませんので、うん、皆さんにその疑いの目をちょっとね、いろいろ話しながら聞いていきたいと思っております。はい、そして今日も番組プレゼントあります、うん、メッセージをくれた方の中から1名様に焼津市の昭和ミートから吉野家と富士宮焼きそばがコラボした冷凍食品牛肉焼きそば2食入り2袋をプレゼント。吉野家牛丼の具のコクと富士宮焼きそばのもちもち食感が口の中でフュージョン強めのジョンいただきました、ありがとうございます。梅雨入りでお出かけできないお休みの日も牛肉焼きそばで手軽にプチ贅沢して気分を上げていきましょう。はい、牛肉焼きそばは県内7店舗を中心とした東海エリアのイオン各店などで購入可能です。はい、ということで押してるっていう噂ですけどね、本当かな、押してないんじゃない、しないかな、このまま無言で言ってもいけんじゃないかな、本当かな、どうなんでしょう、ね、それやるとめちゃくちゃ怒られそうなんで進みます、はい、芦澤宗人と川崎玲奈といつもと違う帰り道 K-MIX ムーブオン。K-MIX ムーブオン、ここからは住友不動産の新築そっくりさん、安心介護のアイケアがお送りします。 K-MIX Move on, Move on.From you, it was 7 years late. It was 20 songs away, but today it arrived. Though I haven't known, I've been waiting this whole time. 20 songs later, you finally decide. Can I send that? Having all over the world now. Paris and Beijing, it doesn't stop just because.Song about us. I never thought I would sing something silly as this. Sometimes it's simple, simple than life. Simple when someone just honest. Ooh. And I used to play all the time while you were singing about Japan and how when I'm here, well you found me.Nights I tried so many things, but only in my mind. Never for more than 20 minutes. Why you? Oh, Hong Kong and London. I've been all over the world now. Taipei and LA. It doesn't stop. Just because. Radio name Pinky San, Kitchom San, Haburashiman Ichigo San, Lover 2000さん、親指母さん、みつみつさん、たくさんあのイベントに来てくださってメッセージ送ってくださっております。改めましてありがとうございました。お送りしたのはマイヤ平沢で It Doesn't Stop シーサイドバージョンでした。K-MIX Move On。
さあ時刻は3時24分でございます。 K-MIX ムーブオン、本日も新静岡セネボ5階ビュースタ静岡の輪から公開生放送中でございます。はい、今日のテーマが本当に、みんなが疑ってることね、どんどんやっていきたいと思いますけれども、はい、ラジオネームみゃーみゃーさん、子供の頃おじいちゃんおばあちゃんにもらったお年玉、親が預かっておくと言ってから早30年、うん、本当で預かってくれてるんでしょうか。今あのお金はいずこ、これはでもどうなんでしょう。でもさすがに預かってんじゃん、わかんないけど使ってる親いるかな。貯蓄してくれてるんじゃないんですか。割と俺信じてたけどこれ、どうなんだろう。親預かるタイプだった。親預かるタイプですね。で、はい、それ回収してる、貯蓄してくれるタイプでした。なんかあなた用のそれね、はい、だからそれ使い時忘れてただただ溜まってってる可能性はありますけどね。言ったらあーみたいになるか、もしかもうこっそりあなたの口座に入れてあるわよ。そんなことあるか。いやでも そんな残酷なことをするかな。どうなんだろう、うん、聞いてみてほしいですけどね。なんなら今今日これを機に、どうだろう、どうなの、スタッフの皆さんはどうですか。意外とどうなんでしょう。みんな預かってもらってたやつ、島根さん預かって返してもらった、返して、まあ、分かんなくなった俺だからうやむやになってる人たち今すぐ、はい、今ならなんかあの借金返済のあの CM みたいになってるけど今ならあの問いかけたらもらえ手に入るチャンスかもしれませんから、ね、むしろチャンスと捉えて。そうですよね、いくらか溜まってるはずだよね。で、うん、そっか、もしくはこっちの記憶はもうなくなってて渡したじゃないののパターンもあると思う。あ、絶対ありえる。ああ高校の時もらったっけみたいな、あとゲーム欲しいって言ったから渡したわよみたいな、それもありそうだね。うわ、ちょっと確認してみてみやみやさん、ね、意外と、はい、意外とあるかもね、ロピオさん、ロピオさん、僕が本当にと思うのは、いやよいやよも好きのうちですまあ最近聞かんけどな好きな子に LINE で飲みに行こうと誘ったら嫌と来たので、これは嫌も嫌、いやよいやよも好きのうちだと思い、しつこく飲みに誘ったらブロックされました。ザキさん今度一緒に飲みに行きませんかねえザキさんどうします。嫌です、ね、嫌だよ。いや嫌もいや、あそうね、でもあこれ好きかもしんないぞ、嫌って言ってるけどほら、いやもしかしたらさもっと押せばいけるかもしんない。ガチの嫌だよでも今の時代にそぐわない言葉ですね、いやよ、いやよも好きのうちは、ちょっとねこれ今やってるとしたらちょっと危険ですけどね。だいぶ時代変わりましたね。いやそれはなんていうの、もう関係性があって付き合ってるとかの上での、はい、そのあれはあるじゃん、はい、いいいいと、なんか例えばお前なんか行ってこいよお前とかって、なんかのでちょっとみんなに目立つとこ行かされるとかの時のいやよいやよってたまに、はい、ね、偉い人とかだったらさ、はい、俺はいいよって言いながら行きたい人いるじゃん。あね、わかりますよ、ゆきみつさんみたいに部長ねあの人は率先して行っちゃうけど、なんかそういうこともあるから、はい、なんかその関係性があればあれですけど、それ関係性できてないじゃん、はい、多分、できてない、それの嫌よはマジで嫌よだからね。いやそうですね、今気をつけないとだね、言いやすくなってますからね、嫌を、そうだね、ノーっていうのをね、これはちょっと危ないですね。いや気をつけて、この昔の理論持ってると気をつけてください、お気をつけくださいも本当にね、怖い、はい、ということで今日のテーマは本当に、はい、ということで、move@kmix.jp move@kmix.jp、 ファックスは 054-652-1000、 ツイッターはハッシュタグ kmixmove をつけてツイートしてください。お待ちしています。K-MIX Move on。 さあ皆さんはミルシズを飲んだことありますでしょうか。ミルシズは県内の工場で生乳を絞って24時間以内にできたフレッシュな牛乳でございます。さっぱり美味しくごくごく飲めちゃいます。そしてここにそのミルシズがあるので、ちょっと飲みましょう、はい、いきなりですけど飲みます、飲んじゃいました、失礼します。やばい、飲み続けますこれ永遠に飲めちゃいますね、マジでうまい。あのね、はい、
甘みがあるよね、牛乳に。そう、優しい甘みがある。でこれがそういう誰かを加えた甘みではなく、うん、牛乳本来の甘みがめちゃめちゃうまい。ちょっとさっぱりして、あーうめ、フレッシュな感じでね。ごめんなさい、飲んでてください。このね、地元で絞って地元で作られたこのミルシズ、より多くの方に飲んでほしいということでキャンペーンがスタートしています。7月7日金曜までにミルシズを飲んでパッケージにあるバーコード3枚を集めて応募すると、なんと抽選で20名様に静岡和牛焼肉用 500g をプレゼント。ミルシズを飲んだことがある方も初めて知ったという方もこの機会にぜひ手に取ってみてください。ちょっと、うまっ。飲んでください。ミルシズは県内のスーパーやファーマーズマーケット等で販売されています。静岡の美味しい牛乳ミルシズを飲んで美味しい和牛をゲットしましょう。キャンペーンについて詳しくはミルシズと検索してみてください。コーヒーに今入れようとしてるのよ。全然開かない。でもめちゃくちゃ美味しい。美味しいですね。Get in touch with ICE. Get in touch with ICE. Just move. K-Mix. Move on. Move on. Music Switch. さて時刻は3時31分です。ここからは Move on Music Switch。 ちょっと待って、お、いやもう冷やしすぎて中でミルシズが固まっとるやん。本当？めちゃくちゃ重い。全然出ねえな重いのにと思ったら氷になっとるわ。あららら、道理でうまいわけだ。コーヒーにね入れて一緒飲んでる。うわ美味しそう。最高じゃないですか。最高。ただね、うん、やっぱすごいな、ミルシズだけで飲んだ方がうまい。あそうやっぱ、ね、や本来の味が ね、そうだね、うん、味わえますからね。いやめっちゃ美味しかった、元気になった、ありがとう、はい。じゃここからは、はい、ムーブオンミュージックスイッチです、うん、私たちが今日の気分であなたの耳そして心のスイッチをムーブオンするような曲をそれぞれセレクトしました、はい、皆さんからも曲の感想や思い出、どんな状況で聴いたかなどなど、メッセージもお待ちしています。はい、ではまずは芦田さんから、はい、ちょっとね僕は今回もう川崎さんが絶対選ばないであろうアーティストにしようと思って、私が選んだのはゆらゆら帝国という。はあ。知ってます？はい。あ、知ってる。でもあのファットしか、あ、本当ですか？存じ上げなくて。僕もね、あのそのリアルタイムで聞いてたわけではなくて、はい、なんなら多分解散した後、あ、ちゃんと知ったというか、はい、あのハマったというか、あのかっこいいなっていう良さに気づけたというかですね。うんうん、ゆらゆら帝国は1989年結成、2010年にも解散されてまして、で、バンドですね、うん、メンバーが4人か4ピースかな、うんうんうん、のバンドで、まあ、いわゆるなんて言ったんですかね、オルタナ、サイケ、ガレージとかいろいろ、じゃ僕も音楽ジャンル、ね、知ってるようで知らないんですけど、まあ、いわゆるなんですかガレージバンドっぽい、まあ、初期は特にガレージバンドっぽい感じ。ガレージバンドって要は、ね、まあ、アメリカのあれですけどガレージでそれこそ楽曲をみんなでやってて、ちょっとなんですかそのなんていうのなんだ、あのいわゆるその場でみんなが演奏して、あ、なんか若者たちが、はい、その実際ガレージでその場で楽器でそのまま直でアンプ通してバーって鳴らすみたいな、うわ、その生感みたいのがあるバンドのことなんですけども、ゆらゆら帝国はあのボーカルの坂本さんって人がめちゃめちゃあの髪の毛もしゃもしゃで、うん、怪しい雰囲気満載なんですけど、はい、そのダークな歌声がものすごく癖になるんですよ。へー。でそのロックの音のノイズでうわーみたいな感じも含めて、最初はもうそういうの嫌いな人はもううるせえなとか、うん、なんかやかましくて何言ってるかようわからんけどみたいな感じだと思うんですけど、だんだんそれが心地よくなってきて、はい、欲してしまうというこの現象が起きております。でゆらゆら帝国は特に、なんですよね、あのそのガレージ系のバンドの中でも一層なんかこう異色な感じ、はい、怪しい雰囲気、うん、なおかつ、かっこいいという、まあ、まずは聴いてもらった方が早いな、お、こんな感じなのよ。ということでゆらゆら帝国の楽曲聴いていただきましょう。ゆらゆら帝国で、ゆらゆら帝国で考え中です。だいたい夜は一人で家の中でろくでもないこと考えてる間に終わっちゃうね。いつ電話してもいないって言うけど頭の中で爆音で音楽が鳴ってるから聞こえねえよ。迷子になった覚えはない、スピードに乗ってる実感もない。
はい、ということで、かっけえな、かっこいい、かっこいいし、どうですか、まず印象として。いやなんかカリスマ性を感じる。そうですね、はい、なんかやっぱりこの声の感じと、うん、俺はもうおすすめなのは真夏に聴いてほしいですね。脳がとろけそうな感じで、はい、こういう楽曲聴くともう、わあ、なんだ俺はどうやってんだ俺はみたいな感じで、うん、朦朧としながら聴くとガーンとくる感じ。わこのやっぱ坂本さんっていう方がやっぱ歌詞がね面白くて、はい、なんか他の楽曲も僕特に好きなのは 3×3×3 っていうね初期のアルバムがあるんですけど、うん、その中の 3×3×3 っていう曲は、はい、とかはもうなんか 何を言ってるのこの人みたいな、とかなんか学校に行ったまま帰ってこれない歌とか、なんかそのなんかよく怖いおとぎ話を聞いてるような楽曲が、なんかすごいそれがね癖になってくるっていうか、はい、なんか坂本さんにしかできない楽曲がねたくさんあるんですけど、この楽曲もね、電話いつも出ねえけど何してんだって頭の中で爆音の音楽流れてからおめえなんかかばってらんねえよみたいな曲なんですけど、うん、なんかねいいんですよ。いいなんか今あんま聞けないなって感じがいいんですよ。さっきおっしゃった、はい、ガレージ音楽っていう、なんか意味がちょっと分かってくる感じしますね。あ、そうですね、はい、なんか音の感じもちょっと、うん、なんかすごいちゃんとしたスタジオで撮ってるってよりは、うん、なんか外なの家なのみたいな、はいはい、部屋感みたいなのがすごい感じられるのが、うん、まあ、そういうロックなんで、うん、ぜひぜひあのアルバムの時期によって全然あの後半になるとちょっとそこになんかオケっぽいのも入ってきたりとか、ちょっとそういう雰囲気もあったりとか、はい、高尚な感じになってくるのも含めていいですね。ぜひぜひよかったら夏に向けてゆらゆら帝国聞いてみてください。はい、では、さあ続いて、はい、私に行こうかなと思うんですが、はい、私この、まあ、6月ぐらいになるとやっぱ毎年この曲が聴きたくなるんですけども、うん、何ですかちょっと気になりますよね、井上陽水さんの傘がないという曲まあね、はい、梅雨の時期に一番困るからね、傘がないと。そうなんですよ、うん、この間もう先週もうすごい感じましたよ。その話で膨らむ傘がないと本当に困るんだと。あ、そこで膨らむと思わなかったから、はい、あ、私自身この曲はその舞台見に行った時にカバーで使われてて、そっか、これ舞台で使われてたんだ、はい、だいぶセンセーショナルな感じですけども、もうだって歌詞こんなに暗い歌詞の始まりないですからねそう、でもすごくなんていうのかな、まあ、なかなか、ね、ここまでぐっと心をつかむような曲っていうのは生まれないと思うので、インパクトがあると思うんですけども、はい、まあ曲自体はこれ、うん、学生運動とかがすごく強い時代に書かれて、はい、うん、で君だけどいろいろ考えなきゃいけないことあるけど、はい、でもそうですね、君に会いに行きたい、でも傘持ってない、うん、どうするみたいな、うん、そういう自分だけの小さな問題が、そうですね、こう世間よりももっと大きく感じられて、そうそうそう、実なんかそういうこう良くも悪くも視野が狭くなっている人の歌というか、うん、これだからね、よく勘違いされるのは最初の歌詞だけ聞いて怖い曲ですねみたいな、うんうん、そういうことじゃないんですよね、はい、そうそうそうちゃんと奥まで聞くと、はい、そんなことよりっていう、うん、はい、そこの先があるんですけど、そう、ちょっと恋愛的な意味もありますし、うん、はい、わかるよ、なんかこう傘って、うん、本当不思議な存在だなって思うんですよ俺ね。あ、ごめん今から話すと思うけど、俺もすごいわかるから、すっごいその気持ちわかるから、はいはい、続けてください。嬉しいです、はい、やっぱり、まあ、日本人って結構傘ないと生きていけないっていうタイプかもしれないんですけど、うん、はい、正直傘ってなくても生きていけるじゃないですか。そうなんです、はい、いいよ、海外の傘とかはね、うん、傘持たずに出たりとか、だけどなくても生きていけるけど、うん、ないと絶望的な気持ちになるじゃないですか。わかる、この絶妙ななんかアンバランスさみたいなのが私はすごく面白いなと思ってて、はい、こう人によっちゃ小さな問題かもしれないけど、うん、いやでもここで振られたら困るし、そうですね、体濡れたら困るしっていう、その傘の存在感っていうのが改めて考えると面白いなと思うんですよ。俺それ缶コーヒーの缶って思うこともあるのね、はい、缶コーヒーって欲しいじゃん、はい、買うじゃん、飲むじゃん、はい、邪魔なんだよね。あ噛んだけになるとめちゃくちゃ邪魔なんだ捨てるとこねえなってなるんだけど、うんうんうん、あんなに欲しがってたのに、うん、俺今いらないってなってるこの感じにちょっと、傘は逆なんだけどね、はい、なんかちょっとね
すごい同じような気持ちになるんですよ、ね、で降ってなきゃ降ってないで邪魔になっちゃうし、ね、うん、そうなのよ、なんなんこの長細いのってなるんだけど、そうだってもっと進化してもいいわけじゃないですか。あ、これだけで話が盛り上がっちゃう。曲を聴こう。聞きましょう。じゃあお送りします。井上陽水で傘がない。自殺する若者が増えている。今朝来た新聞の片隅に書いていた。だけども問題は今日の雨、傘がない。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、冷たい雨が今日は心に染みる。君のこと以外は考えられなくなる。それはいいことだろう。
君に会いに行かなくちゃ、君の家に行かなくちゃ、雨の中を行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、雨に濡れて行かなくちゃ、傘がない、この曲をね流しながら目の前にカップルが通り過ぎていきまして一瞬ね、うん、あなんかラジオやってるよって感じで止まりそうでしたけど、うん、ちょっと曲のインパクト強すぎて通り過ぎていきましたけど、ね、いやいや、やっぱり今聞くと、いや本当に AD ちゃんがね入ってきて、うん、この出だしにマジ衝撃受けましたこれね、もうなかなかラジオでもかからないかもしれないですよね。もう今ね、うん、結構タイミング難しいじゃないですか、はい、この曲かける難しいです、はい、結構まあ暗い曲っちゃ曲だから、うん、いやでも名曲ですよね。井上陽水さんの、はい、なんて言うんだろう、なんかこう誰もここまでいけないじゃないですか。いけないですよ、勇気ないと。こんなね、うん、だってこの当時まだ若いでしょ。はい、それでこの間を使って、うん、こんなシンプルに絶望的な雰囲気出せる人いないよ。すごいよね、本当に。いやちょっとせっかく6月に入ったからと思って。確かにね、そうなんですよ、すごい曲ですよこれ。染みますね、染みますね、はい、今聞いたらどう思うんでしょうね、うん、若者たちは。新しいもんだってなるのかな。一周回ってね、うん、いやでも、うん、会いたくても会えないみたいな状況っていうのが減ってきてますよね。いや減りましたよ、うん、もういくらでも連絡取れるんだから、はい、困ったらツイッターでつぶやいたりして間を埋めれるじゃん、はい、寂しさが、うん、浸るってことがないじゃないですか。ないですね、今ね、うん、なんか打ちひしがれてただただ呆然とするみたいなことはなんか減ったようなね、気がしますよね、うんうん、あえて今聞くことにもちょっと意味があるかなと思いますね。はい、だからたまにはね傘なしで外ブルブルするのもいいのかもしれないですね。風情がね風邪ひかないように、はい、おすすめしますけどね、はい、というわけで改めて我々がおすすめした楽曲、私がゆらゆら帝国のゆらゆら帝国で考え中、はい、そして、私が井上陽水の傘がないでした。はい、皆さんからも曲の感想やメッセージお待ちしています。move@kmix.jp まで。ツイッターはハッシュタグ kmixmove をつけてツイートしてください。Get in touch with us. Just move. K-Mix. Move on.さあ時刻は3時53分になっております。 K-MIX Move On ということで、先ほどの、ミュージックスイッチのコーナーで曲紹介しまして、はい、早速反応が来ております。ありがとうございます。キッチョムさん、ゆらゆら帝国曲かっこいいですね。ザキさんの曲チョイス、傘がない、雨が降ってる時は必要だけども問題を止んだ時に荷物になってしまうこと、それにしても陽水さんの歌詞は独特だなということを言ってます。本当にそうです。僕も陽水さんの楽曲好きで、はい、さっきね喋ってました、うん、夕立って曲がすごい好きで、雨が夕立が降ってきちゃってもうお手上げだっていうお手上げで慌ててる人たちの曲なんですけど、すごいかっこいいんですよね。雨に弱いんです、弱いんでしょうね、うん、ラジオネーム沢野喜次さん、傘がない、中森明菜さんもカバーしていますよ、合いそうだね。ね、本当になんか良さそうな雰囲気だな、ゆうちゃんさん、ごめん今流れてるなんとか帝国って曲、ゆらゆら帝国ね、何かのオープニングテーマじゃなかったっけ。ムネッチごめん、ちゃんと聞いてなかったけど、その足出た跳ねるの扉でございますね。思い出したそうだなんか聞いたことあるなと思った、はい、跳ね飛びですね。
ね、これ使われてたということで、由来亭でございます。かっこいいでしょ。他にもめちゃくちゃかっこいい曲いっぱいあるんで、ぜひぜひ聴いてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日のテーマが本当にということで、はい、あなたが疑ってることなどなどお待ちしておりますが、はい、じゃあたくさんからいいの、はい、大豆が主食さん、はい、本当にですが、朝の雲は縁起がいいので殺したりせずに逃がすという話、はあ、そして夜の雲は縁起が悪いので退治した方がいい、そう小さい頃から言われて今も実行しています。しかし雲側からすると、朝は大事にしてくれたのに夜はひどい仕打ちに遭うと考えるとこれって本当と疑問しか湧きません。あ、そうね、なぜそうなんでしょうね、うん、そもそも朝雲がとか言いますよね。なんか俺はその夜とか朝とか知らなくて、雲はあんま殺さない方がいいみたいな、ざっくりした知識でしたけど、うんうん、はい、朝の雲は何なんだろうね。なあ、まあでもちょっと宗教的な匂いはしますけどね。あの雲の糸って要はね、はい、あの神田田じゃないですけど、あの、はい、作ったみたいなお話にあったりするのか、うん、神様の使い的な意味合いがあるのか。そうかもしれないです ね。だったらでも朝も夜もやめといた方がいいよな。うん、ああ、そっか。両方大事にしたらやってなるよね。これちょっと不思議なんでしょうね。うん、そうだ、そんなこと言ったらさ、より口笛吹かない方がいいとか、はい、ね、蛇が、蛇が出るぞとかって。うん、ヘビ出ないし、そういうことじゃねえんだろうって話だろうけど、うん、その真相ちょっと知りたいしね、はい、雲の、ね、話とかね、面白いですよね。なんか言われてるのある、そういう、あなたこういう時はこういうのしなきゃダメよみたいな、縁起が悪いからみたいな、北枕を気をつけるとか。お、意外とそれ守る、守ってる。あ、でも一人暮らし始めてからは考えなくなっちゃいましたね。なんかね、その魂の通り道だみたいな、はい、でそっちでよく怖い話する人でさ、うん、夜中になんか、なんか老婆がとか、はいはいはい、何々 武者が歩いていったとか、よく考えたら枕が北向きだったんですよねみたいなこと言うよね。いやね、え、そんな言ったらしょっちゅう悲鳴起きてるわと思うけど、まあ、そうですよね。そうなのよ、ね、上岡龍太郎さんだったらめちゃくちゃ切れてるはずですよ。ね、きっと天国からこう切れてると思いますよ、それに対してはね。はい、それもありますし、あとお年玉問題ありましたね、はい、やる気スイッチ連打中さん、うん、峯地崎さん、こんにちは、ムーブオン。先ほどのお年玉預かっておく案件ですが、私もお年玉、親が募金して、ごめんなさい、集金してました。 あれから約20年、6年前に結婚して家を出るとき、母からすっと一冊の通帳を渡されました。うわ、私のお年玉やその他のお祝い事でもらったお金は全て母が貯金してあり、80万ほどになって帰ってきました。素晴らしい、すごい。信じて親を。本当にね、信じてあげてくださいよ、これは。いやー、なるほどね。そういうあるんですって。でも多分うちの親もそのパターンです。あ、ちゃんとしてそうだね。はい、いつか結婚するときに使う用のお金の枠があって、おう、多分そこにどんどん入ってるんですよ。あ、じゃあもうとんでもない。結構な額いってますよ。やばい、うん、どうですか、その結婚に関しては本当にと思ってないですか、ご自身は。どうですか、ご自身は結婚を本当にするのかっていうことに関しては。いやー、ちょっと分かんないですね。いろんな人いますからね。それはそうだよ、まあ、でもね、それはそうだよ、まあ、使い方はいろいろありますからね。そうだね、そうだ、お金使うためには結婚しなきゃいけないから、まあ、しなかったらだってそのお金を下ろせないからね。まあ、それは自分で使いますよ。え、しなくて。うん、そしたらだって下ろせないんだから。そう、 get in touch with ICE. Just move. K-Mix. Move on.
命を焦らせよ Bro Life One Life 諦めない限り続く勝利の女神よ気分はどうだいそろそろこっちを向いてちょうだい Hi with me and down with me It's time to be a fire with meあ、違う、ヌートバーのことじゃないんですよ。ヌートバーも、ね、うん、本拠地でヌーって呼ばれてますけど、違うんですよ、違うヌーなんです、うん、キングヌーでございまして、お、私行ってまいりました、まさに昨日ですね。昨日か、日産スタジアム、いいな、ライブツアー2023、ですね、クロージングセレモニーっていうのに行ってきまして、はい、7万人、やばっ、7万人の群衆を見たことがありますか、皆さん。いや、ないですよ、テレビでしかないね。いや、もうね、もう本当にスポーツ見に行くみたいな気持ちになるぐらいの人だかりで、はい、まあ、スタジアムツアーということで、今年もうね、このキングヌーはライブしないそうで。あ、そうなんです。だからもうクロージングセレモニーって言ってますから、本当に今年最後のライブということで、やっぱりメンバーの皆さんももうただならぬね、思いでやられてたと思うんですけど、行ってきまして7万人の中、はい、見てきまして、ちなみにあの鈴木まなみと行ってきましてね、おー、あのウィズの時に井口くんがゲスト来てくれたんで、はい、その関係もあって、関わりがね、やっぱり、そうそう、で一緒に行かせていただきまして見てきましたけども、まあすごかったですよ。いやー、すごそう。でやっぱりね、キングヌーの人たちのすごいところはやっぱステージングと演出とかそこら辺含めて、まあ、川崎さんね、舞台とか好きじゃないですか、はい、多分それにすごい近いものがあって、うん、なんか演出面含めて全部をこうちゃんとクリエイターを集めてやってる感じがめちゃめちゃかっこいいんですけど、今回はまあね、そのクロージングセレモニーってことで、もう本当にオリンピックみたいな作りなのよ。へー。で、真ん中にステージの奥にどでかい聖火があって、もう聖火がある、聖火がボーコーンってあって、はあ、始まった瞬間ボーンってあって、火バーンついて、あら、で火花ブローした出て、でそんな曲の中、もう赤い旗を持った人たちがこう来て、本当にオリンピックの入場みたいな感じの演出だったんです。で始まる前とかもずっと音声が流れてて、それは何の音かなっていうと東京オリンピックの音で、さあ本日は何々で、あの当時の声で実況みたいな、実況みたいですが流れて、多分東京オリンピックだと思うんですけど、でその音が流れてる中、途中から赤い旗を持った人たちが入ってきて、選手入場みたいな感じで入ってきて、でその旗を振りながらオープニングが始まるという感じの演出で、しかも舞台のセットみたいのが巨大なギリシャのなんか建物みたいな、もうそういう彫刻な感じで神殿みたいな作りになってて、で芸が細かいのよ、そのセットとかも、はいはい、手前の方に行くと赤い今度はセットになってて、はい、そこには赤い岩が置いてあったりする、はい、だからもともとここは更地で、そこにきっと建ててたあろうみたいな、なるほど、なんかそのセットからそんなことも想像できたり、その振ってる赤い旗もよく見ると汚しがかかってて、なんか舞台美術ってそういうところでテンション上がったりするじゃないですか、はい、舞台見に行ったりする、うわーここに汚し入れて、あーもうたくさんの苦労があった上でこの旗を振ってるんだみたいな、そういう演出面も含めてね、とてもかっこいい中、約30曲近い楽曲たちをね演奏していくんですけど、本当になんすかね、キングヌーの人たちってちょっと僕はちょっと他のバンドと違うなっていうのは、なんか全員が前に出るタイプじゃないというか、もちろん井口くんとかボーカル井口くん、そして常田さんとかは、はい、まあ、目立ってますけど、やっぱり作曲者であり、曲を作る側の人で、なんかあくまでこうステージを演出する側、はい、そして演奏する人っていうスタンスで、なんかその全員が全員が前に出たいわけではないんだけど、全員が集まった時に本当に一体感というか、巨大な化け物になるかっていうか、でまあ有名な曲たちを数々やるんですけど、その時のやっぱね強さというか、それが本当にすごかったです。で今回はオーケストラ後ろにずらっといて、すごい、すごい厚みがあって、なおかつそのオーケストラを仕切ってるのは、常田君のお兄ちゃん、すごくないもうお兄ちゃんがもう弾いてるわけ後ろで、でその前で弟が演奏してるの、なんだろうこの人たち、激アツで、オーケストラの人たちがいて、で途中ね
途中はあの常田君ソロでチェロ弾くくだりあったりして、もうね俺後半も笑けてきてどの角度で抜いても常田君がかっこいいの、もうなんか俺彫刻見てるみたいな、もうあの石膏像見てるんじゃないかみたいな、どの角度でもかっこいいし、もうずっとモニター見ながらずっと突っ込んでましたおいかっこいいじゃねえかっつってなんでかっこいいんだよとかって言いながら、いやいやいや言ってましたけども、でもなんかこうそのなんですかね、日本の音楽をこう引っ張ってこうみたいな、わかんないですよ、そんな意図も感じられるような演出がたくさんあって、まあその演奏の途中にあの常田くんがこう戦場のメリークリスマス聞いたりするんですよ、曲を始まる前にね、はい、なんかその日本のアーティストのそのリスペクトもあり、なおかつ結構後ろにずっと日本の国旗じゃないですけど日の丸みたいのが結構ねあったりとか、でその前に実際火がぶわってあったりとか、すごい、でなんかこうなんだろう、一通り見るとなんかもしかしたらこう若者たち、今のねどこに向かっていいか分かんない人たちがこう火の元に集まって音楽を浴びて、もう閉じての原始人かのようにみんなが音楽でこう熱狂するみたいな、なんかそういう絵にも見えてですね、なんかこう外でやってる意味みたいなのも非常によくわかるというか、スタジアムだから外の風を感じながら火がブワーって火の熱もこっちもわかるし、なんかそういうなんだあんまりない音楽体験っていうのをなんか感じることができて、その規模感でできるのは今本当キングヌーとかしかいないんじゃないかなっていう、スタジアムはなかなかねえ、うん、2日間やって14万人とかでしょ、やばっていう感じでしたので、はい、いやいやなんか本当に、でなおかつ多分今年いっぱいやらないっていうのもあって、うん、出し切ってるか、うん、特に井口くんとかは多分ね今後映画とか舞台とかもやりたい方でしょうから、はい、なんかもしかしたら他のところに行きたい思いもあるのかもしれないし、なんかそういうのも含めてなんか熱量を感じる、まさに熱いライブをお届けしてくれたというキングヌーでございました、はい、ちょっと、ね、今年は見れないですけどいつか皆さん機会があれば、ね、キングヌーライブ、あと川崎さんもぜひ、はい、今度なんかあればタイミングがあればぜひ一緒に行っていただいて、ぜひぜひ、舞台好きだったら間違いなくその感じも好きだと思いますね、うん、ね、照明とか見るのもすごい好きなんですよ、わかるよ、いいのよ、それも含めて光の当て方とかね、そう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 、なんか演出面もすごい好きだったので、はい、素晴らしい、多分そのうち円盤化とかねするんじゃないかなと思いますんで、うん、それね、行けなかった方々はぜひそれで楽しんでいただきたいと思います、というわけでちょっとお時間いただきました、キングヌー素晴らしかったです、お疲れ様でございました、というわけでコーナーに戻りましょう、今日のテーマは本当にですね、ということでね、本当にということでね、うん、ちなみにね、おちかさん、あのキングヌー見に行きましたよということで、あ、ほら仲間ねえ、まさかの16列目で、え、すごい、ね、7万人オーディエンスの16列目、本当にって感じでした、うん、あ、興奮したよということで、いやーすごいねえ、来てます、はい、ありがとうございます、いろいろね来てますけど、ラバー2000さん、はい、本当に疑わしいと思うこと、タレントさんがデビューしたきっかけの話の時によくある、友達がコンテストに勝手に応募しちゃってといういきさつ他人をコンテストに勝手に応募してその人の何のメリットがあるんでしょう何か紹介料がお金でもらえるんでしょうか、いやでもね、いやいやでもね、これ私分かります気持ち、あ、分かる、うん、ちょっとそれ熱伝えてください、友達とかがめっちゃ可愛い子とかいて、うん、ああはい、本人はあんま気にし、自分のことそんな思ってないと、うん、いやあなた原石だよって思ってどうにかしてこの原石よって思うことは私ありますもん、じゃあちょっとプロデューサーキスなのね、ザキさんね、私原石見つけるの大好きなのでこの子は多分あ、もっと伸びる、そう、もっともっと伸びる、今はただの石に見えるかもしれない、そう、磨く人がいれば、うん、必ず輝く、輝く、うん、っていうのをやっぱ見つけるのすごい好きなんで、あら、応募しちゃう気持ちはちょっと分かりますよ、そうか、だって今までさ同級生とかでいたでしょそんな人、いましたいましたね、うん、メガネかけてて、あ、もう原石の匂いするね、そう、絶対外した方がいいと思いますよとか思ってたけど、やっぱ、うん、大学行って外してましたもん、あ、やっぱり、うん、その時はやっぱりと思うんだ、あの、いや思いました、さすがと思って、そうでしょうね、うん、いやでもなんかそのそんなのあるんだったらさ、ちょっとなんか今後プロデュースしてほしいですよね、はい、なんかねプロデュースね、気になる人いたら、そういうの大好きですよ、あら、はい、じゃあちょっともしこのラジオでさ、はい、
この観覧で来る人たちいるじゃん、うん、それだからもし通りすがった人とかでも、はい、教えてね、はい、あの人原石でした、おお、わかりましたよさっき通った人磨けば光りますとか、はい、そういうのはぜひ教えていただきたい、あります、あります、そういうことも、俺も多分それを気づけると思うけど、本当ですか、でも川崎さんほどじゃないかもしれない、いやでもたまに衝撃的なことかもいますしね、なんかでもこのシステムで言うと、あ、そうか、応募しちゃ、そう、そうかってことはその人も応募してるパターンもあるよね、あ、一緒に行ってるパターンあるよね、かもしれないです ね、そのもう一人が行っちゃうパターンね、うん、で兄弟が勧めたのパターンもあるよね、あ、ジャニーズの、はい、 ありますよね、はい、ありがとうございます、はい、ですね、じゃあコーパパさん、コーパパさん、私が小学生の頃、うん、くしゃみを2回すると誰かが噂をしていて、3回だと誰かに惚れられていると言われていました、本当にと思いますが、うん、お二人はくしゃみの噂を知っていますか、くしゃみの噂、あれそれ2回だっけ、なんかいろんなパターンありますね、パターンあったよね、はい、2回だと悪い噂みたいな、ああ1回だと悪い噂か、2回だといい噂、3回ってあったっけ、それ3回だと誰かに惚れられているとここには書いてあります、すごいね、どうなの、本当なんじゃない、え、あ、そっち側そっち行ってみようかな本当なんじゃない、あ、だってやっぱね風の噂っていうぐらいですから、はい、はい、でも人の思いはやっぱねどっかに届くって思いはありますから、うん、そうですよね、鼻炎だったという説はいやそれは、ね、しょっちゅうくしゃみしてたら、あ、そうか、違う、これ多分突然のくしゃみだと思います、はい、それ、うん、風邪ひいてる人に対してそれ噂してるのはちょっとずるずるいじゃん、まあ、ずるいってよくわかんないけど、うん、何もないのにくしゃみが突然3回出たとかは、はい、もしかしたらこう何かこう何かが、うん、やっぱりこう風に舞って届いて、信じてねえな、そういうのは信じませんか、なんかこう何かの知らせ、虫の知らせとかさ、なんかその何か悪い予感がするみたいな、 あんま信じないかもしれないですね、あ、じゃあなんか突然の雨とか、はい、わかんない、突然のなんかちょっと変化に対して何か思うことは特にないってことですね、まあ、うん、そうですね、これは良くないかもみたいな、良くないかも、黒猫見たりして、ああ、良くないかもとか、そういうの、あ、でも、うん、黒猫はちょっと落ち込みますねあ、それは信じるんだ、はい、あ、そう、まあ、でもまあ一瞬ですよ、一瞬落ち込んで、そう、俺だから黒猫問題に関しては、はい、黒猫を見て嫌なことがあるってなった時に黒猫の気持ちになったら、うん、ものすごい迷惑だなとは思うわけ、はい、だって川崎さんを見たら悪いことがあると思えって言われてるようなことでしょ、そうですよね、川崎さんになったら、うわ川崎になっちゃったうわ今日さ朝川崎見て、うわーやめてよ、すごい嫌でしょ、嫌です、夜しかも夜川崎見ていいじゃん、夜あったって夜の川崎はちょっとやっぱさ、しかも2匹いたのよ川崎夜ちょっと嫌でしょ、そう思ったらすごい嫌でしょ、うん、はい、そう思うとかわいそうだから、ちょっとその夜の猫の気持ちも考えてみろよって思うようにはしてるけどね、そうですよね、分かれますね、意見が ね、なんかあるんでしょうね、でもね、うん、スタートは ね、はい、クキのまいちゃん、はい、ネスさん、レナさん、こんにちは、こんにちは、ムーブ、お二人は人生では3回モテ期がある、うん、という話聞いたことありませんか、ありますね、聞いたこと、私この件については本当にいいと信じられません、はい、本当なら今後私にモテ期が来るということですか、ほ、知らねえよって自分で言ってますけど自分で言ってます、モテ期、モテ期ね、はあ、モテ期ね、モテ期というのは、まあ、そうなってくるとモテとは何ぞや、まあそっかという話になりますけどね、はい、モテるの定義は何かあります、どう思います、モテるの定義、まあでも分かりやすく告白されるとかじゃないですか、あ、まあまあモテてるということですね、僕の見解ですけど、はい、興味ない人に好かれるのがモテ期なんじゃないかって、ああ、なるほど、どうですかこの意外と芯についてる気がして、芯についてるかも、あのモテ期って好きな人に別にモテてなくないですか、多分分かんないけど、あ、好きな人にモテることってあんまないんだと思うんですよ、
まあ、たまに両思い、いや、ザキさん両思い信じてない説捉えてますよね。まあ信じ、まあ、奇跡説ですね。そんなやつはいない。そんなことはないと思ってる人ですよね。だから僕は、まあ、そのなかなかないことだとは思いますし、ないない、そのモテるなって時って、はい、別に好きじゃない人に来られることなんじゃないか。好きない人に対してはだってさ、なんかこう行こうとするとこう、はい、うまくいくってあんまりないじゃん。こう固まっ、硬くなっちゃうからやっぱこっちもさ、はい、うん、好きになった時点でこうなんていうの、普段通りに行かないし、うん、でも興味ない人から来られるってもさ、まあそうですよね、果たしてそれが嬉しいのかと。はい、そっか。これ意外とたくさんモテたいじゃんって言うけど、はい、興味ない人に 4,5 人から告られたら、うん、めっちゃ面倒くない？面倒いかも。ありがたいけど、ありがたいけどさ、うん、めっちゃ好きなんですって来て、うん、でそれに対して他の人がモテ気じゃんって言われた時に、はい、ちげえよってなるじゃん。あ、まあ、そっか。なるけどでも実際モテてるから、うん、これかモテ気、これかみたいになりそうじゃない？なるほど。意外とだから俺モテ期っていいことじゃないんじゃないかって思ってるんですよね。これまでの人生で分かりやすくそういう時期ってありました？複数に告られるはなかったかもしれないですね。3回もあるのかな。そもそもこれ3回やったらめっちゃめんどくさいかもしれないですけどね。うん、そうですよ ね近所の酒屋さんに急に告られるとかさ。知らないけどさ、嬉しいけど。いやでもな、どうなんだ、結婚しててさ PTA の同じ人に告られるとか。あ、まあ結構なんか場合によってはうまくいっちゃいそうだな。よくない流れでいっちゃいそうだな。そうですよね。モテ期、どうで、まあ、モテ期の定義にもよるけどね。はい、もしかしたらあるのかもしれないですけどね、モテ期の定義、まあ、定義というかモテるタイミング、うん、そういう意味でのモテるは、うんうんうん、告られたことはあったんだっけ。記憶の遠い片隅の、うんうん、もう6歳ぐらいの時しか。6歳は誰に告られたの？あの隣の席の、うん、あの相馬くんって子です。相馬くんかっこよさそう。いや相馬くんなんて大抵かっこいいよ。いや、まあ、全相馬かっこいいでしょ。どうでしょう、どうでしょう。この相馬くんは割とインドアな相馬くんでしたよ。サッカーやってないの？サッカーやってたかな。やってたかも。絶対サッカーやるでしょ相馬くんだったら。やってたかもしれないですね。やるっていうルールだと思うよ相馬くんは。大体そうかな、ね、そうかも。え、なんて告ってきたの相馬くん？覚えてないんですけど。でもなんか普通に授業中に言われたみたいな。俺好きだよってこと？いや、なんかすごいおとなしい子だったんですよ、うん、あ、そうかそうかそうか、うん、でもそんな子が勇気振り絞って。いやでもほんとすごい流れですね。流れで言われて。どういう流れ？パス回しの流れってこと？だからなんか真正面からじゃなくて、おなんて言うんだろう、なんか誰か好きな子いるみたいな話にたまたまなって、うん、みたいな。俺好き、誰好き、あれ好きだよ、うん、俺川崎みたいな、みたいな、うん、はい、まあ、ある種パス回しみたいな、うん、だから別にイエスとかノーとか言うこともなかったですし。あ、そっか。今どうですか？今は好きですか？好きですか相馬くんのことは。いやちょっと、いやうん、今優しかったですけど。別に好きな子がいたんでその時。あ、そうか、うん、ちょっと分かんないですけど相馬さん残念です。かわいそすぎる。申し訳ない。相馬さん今聞いてくださってますね。かわいそすぎるよ。ごめんなさい、今も好きかもしれませんが、川崎は相馬さんのことは好きじゃありません。やめて。申し訳ありません。すみません。それでもラジオはぜひとも好きでいてください。ああ、そうだね。ラジオ好きでいてくれたらいいかな。ね、引き続き K-MIX Move On お聞きください。K-MIX Move On。ここからは富士宮市の誠電機、みんな南の南食品がお送りします。K-MIX Move On。Move On。Never stop. Keep going. Keep pushing. Just move. K-MIX. K-MIX. Move on.さあ時刻は4時33分になっております。 K-MIX Move On ですけれども、うん、あのね、この K-MIX のスタジオのエアコン問題っていうのがね、はい、多々あるんですよ。はい、で割とエアコンの効きが悪かったり異常に効いてしまったり、うん、で
この前ね、直していただいたんですよ。はい。エアコンを。ねえ。で、いい感じで今涼しくやらせてもらってるんですけど、一個問題が今起きてまして、はい、なんかエアコンからずっとおじさんのいびきみたいな音するんですよ。そうなの。ずっとするの。これ俺マイクで拾いたいんだけど、ちょっと遠くて。これね。なんとかして皆さんにお伝えしたいぐらいのいびきなんですよ、ね。いや、誰か寝てんのかと思ってさっき。ね。怖かった。マジでね。うん、マジでいびきの音するんですよ。これマイク届かないよね。ちょっとね。届かないんだよな。これうまく聞こえないとこ事故になっちゃうから。ちょっと、やってみる？怖いです。ヒヤヒヤする。ヒヤヒヤする。波の音が聞こえてしまう。あとでこのマイク使って、なんか、なんとか駆使して、ね、ちょっとあとで、うん、あの、我々が感じてる恐怖をね、うん、体験していただきたいと思うんですけどね。はい、ということでやっておりますけど。あ、そう、今日ね、忘れちゃったんだけど、うん、僕最近、本当私事なんですけど、はい、オフィシャルグッズを作りまして、芦澤宗とオフィシャルサイトでね、はい、オフィシャルショップっていうのがあるんですけど、うん、そちらで新しくイラストのグッズを作ったんですけど、今度は、プレゼント、と持ってきますんで、リスナーの皆さんに、あら、まあ、ぜひよかったらどんなのがあるのかサイト覗いてみてくださいっていう急に宣伝になっちゃいましたけど、いや大事です。何かしらプレゼント持ってきますんで、はい、よかったらメッセージでいただいた方の中から選ぶかもしれませんので、うん、お楽しみにという言っときます。はい。で今日のテーマが本当にですね。本当にということでね、うん、皆さんの疑いの目、これをね聞いていきたいと思うんですけど、先ほど雲うんが、なんだっけ、ね、むやみに接種してはいかんみたいな、ね、話がありましたけれども、うんうんうん、ね、朝は朝の雲は縁起がいいので、うん、縁起がいい、逃がしてあげるべきみたいな、夜はそんな関係ないっていうみたいなね、はい、話はありますけど、あずき玉さん、こんにちは。朝の雲は元気で小さい虫をたくさん食べてくれる、夜の雲はもうお腹いっぱいだから虫を食べてくれない。そうなの。だから朝の虫は殺しちゃダメって聞いたことあります。我が家雲たくさん出るんですよ。その代わりじいさんは見ません。クモさんのおかげですね。ああ、そう。え？じいさんっておじいさんじゃないよ。びっくりした。クモがじいさん食ってたらめっちゃ怖いわ。ダメよ。やめてよ本当に。でもね、そういうこと、でもそれにしてもさ、お腹いっぱいだから食べてくれないから殺生するっておかしい話だよ。おかしい話です。ね、次の日お腹空いてるはずだからね。ねえ。まあまあ、よくわかんないな。いつ時代の人の考えかわかんないけどさ。江戸なのか。江戸っぽいけどな。江戸っぽいですけどね。なんかね。うん。そういうことらしいですよ。一応解決はしましたね。うん、うん。はい。面白いですね。他にも、あ、来てますよ。ラジオでモスタン2号。朝雲は殺すな、夜雲は殺せですが。あ、そういう言い方ですか。なるほどね。朝雲は殺すな、夜雲は殺せ。すごい言葉だな、ね、天気の良い朝にしか巣を作らないので、雲が巣を作るということは晴れやかな朝に縁起が良いと考えられていると。縁起ね、うん、夜の雲を退治せよは、夜の雲は盗っと過去災いとされ、縁起が悪いので退治した方がいいよと考えられる。ちょっとふわっとしてきたよ。エビデンスあるんですか。これエビデンスもらっていいですか。ねえ、個人の感想ですよね。ああ、ひろゆき。K-MIX のひろゆきさんだ。エビデンスがあればぜひとも出してください。もしこれ嘘だったらその場で謝ってください。うわー、怖ー。放送ですから、その場で謝ってくださいね。怖ー。スパチャで生活してる人だ。スーパーチャットで。すごい。あ、外で若者たちが我々を撮ってください。あれ、あ、すいません。めちゃめちゃ若者たち。ヤングですね。ヤングな。どうしたんですか皆さん。どうしたんですか。いや、割とここそうそうおじさんが多いんです。四五十代が普段多いのでね。どうしたんですか。ありがたい話ですね。どういう何されてる、会話できないんだけどさ。そうだね。向こうの声がね、まあ、向こうの声が聞こえないからね。リスナーなんですね皆さん。あ、聞いてる。あ、本当ですか。聞いてくださってる。たまたま。他の人たちもお友達。知らん。他の人たちは聞いてないけど僕は聞いてる。ああ、うんうん、一人が。すごい付き合わされてる感の顔してますけど、大丈夫ですか皆さん。そんなことないですか。すいません、楽しい。あ、ラブで。ラブ出してくれてる。優しい。めちゃめちゃ、あんまり来ないタイプのイケメンが来てるの嬉しいですね。ね、はい。じゃあ、何かあれば、はい。ですね、ニコマルさん。ニコマルさん。本当にと思っていることは、たびたびある1年分プレゼントという検証です。いや、本当でしょ、それ。1年分ってどれぐらい実際に当たった方いるのかな、うん、いるなら何を何個ぐらいいただいたのか、全部使い切れたのか、うん、と疑問が深まるばかりですと。はいはい。1年分よくあるね。うん。優勝者には、ああ。何々1年分差し上げます。M1 グランプリみたいな、ね。はい、そういうのありますね。1年分は365個ってことじゃないの？あ、そういうことか。え、そういうことでしょ？え、違う、うん、でもきっとそうですよね。俺そう思ってたけど、1年分って。ああ、そうかもしれないしね。
そういうことよね。あ、実質あの消費するには1年以上はかかるであろうっていうことなんですかね。まあそれね、毎日それが好きかどうかはまた別の話だから、うん、まあ1年近くは。なんかあの M1 グランプリの優勝者とかに、はいはい、ありますね、牛一頭のお肉とか言うじゃないですか、はい、あれってそのなんて言うんだろう、ちょっとずつ送られてくるんですかね。まとめてだと困るよね、だって腐っちゃうじゃん、はい、まあ冷凍するでしょうけど、うん、どうなんでしょうね。パックってで後半に爪とか送られても嫌じゃんそれ丸ごとだから。ああ、そうか、そのどこまでを丸ごととしてるか分かんないじゃん、うん、角でーすとかさ、そのディアゴスティーニ的なやつでさ今週は角って、ああ角かーみたいな、どうしよう飾るかーみたいな、壁のフックにして、ね、そうそうとかね、今週は、逆側の角ですとかってこともあるかもしれませんから。あるかも。2本まとめてセットじゃない可能性もあるから、そこちょっと知りたいんですよ。ちょっと確かにね、うん、1等分ってどういう意味だみたいなね。ね、うん、それ気になりますね。ヒロロさん、はい、これみんなに言っても本当にと言われるんですが、僕の友達がヒゲが前に生えます。意味が分かんない。前に、普通はヒゲって下に生える。ああ、そういうことね。友達は前に生える。うん、ま、要は前よ。前なんて言ったらいい、これ下にこう垂直に生えるってこと。うん、アザラシそのものです。ちょっと分かんないね。アザラシにそんな詳しくないですけどお二人はアザラシ好きですか。いや、その話掘り下げたくないのよ。すごい好き。そこ掘り下げてどうすか。なんでそっちに食いついてんだヒゲが前に、ヒゲが前にハザラシってなってたっけ。こうなってる。いや、ラジオっぽくねえな肌に対してこう垂直に前にいってる。まあ確かにそうか、うん、ヒゲちょうどね、あの今リスナーさん前にいらっしゃる方一人おヒゲ生えてらっしゃいますから、うん、おヒゲはどうですか、前ですか下ですか、どう生えてますか、ご自身意識的には。下、斜め下、まあ、理想ですよね真下よりは斜め下の方が。そうなんですか、理想が。剃るとき楽じゃないですか、斜め下の方が。剃るとき楽ですよね。ねえ、ああ、真下だとほら、そんなことないか。川崎さん夜ヒゲ生えるんでしょ。だって夜ヒゲ生えないです。生えないですか。生えたことがないです。あ、そうですか、ごめんなさい。ヒゲが前に生える。本当に？こう分かんないで、ね。でもそれ、くせっ毛とか直毛とかさ、あるから、まあ、あるんじゃない？剛毛だったりするんですかね。前に生えてるんだったら剃りやすそうだけどね。ああ、そうかも。めちゃくちゃ剃りやすいんじゃない。だって、ヒゲ立てるって言うじゃないですか、ヒゲ剃るとき。はい。こう、寝ちゃってるんで、普段。こうやって立てることで、ヒゲ剃るとき楽みたいな。へー。のあるんですよ。だからめちゃめちゃヒゲ剃りやすくて、羨ましいですけど、ね。面白いですね。うん。ちなみに僕、脇毛生えない人なんです。え？今見せるとなんか変なことで訴えられそうなんでやめときますけど、ちょっと怖いです。じゃ あっちの、あのリスナー、あのガラス越しのリスナーにだけ見せますね。ほとんど生えない、はい、2、3匹生えてるんですけどね。びきでいる。ちょっと見てくれてるよ。ほらもう全然生えないですね。あ、すごい、拍手が起きてくれてる。拍手、どういう見方してるの。やめましょう。ああ、もう結果川崎さんにも見せてた。やめましょう。すいません、トラフィック行こう、ね、違う意味で渋滞しました、すいません。はい、本当にというメッセージお待ちしています。さて、時刻は4時43分になりました、はい、今日からこの時間はですね、4回にわたり K-MIX Move On と、そして ANA のコラボによる企画、 ANA で静岡から沖縄へ行こうスペシャルをお送りします。あいやあいやあいやいやいや、全然できない。フィフィ全然できない。はい、というわけで毎回出てますよ。沖縄の雰囲気になっておりますけど、毎回ゲストをお迎えして沖縄の魅力をご紹介しますが、なんと富士山静岡、空港初、沖縄の ANA ペア航空券という嬉しいプレゼントも。そうなのよ、これリスナーでありたかった俺がそう、ね、非常に悔しい。私たちには当たらない、当たらないのよ、はい、おかしいなと思ってますけど、うん、いやでもね、皆さんね、当たるということでございます。ぜひご応募いただきたいと思います。ということで今日はですね、 ANA 静岡支店の、石堂さんですね、石堂支店長さんに来ていただいております。石堂さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の沖縄の天気は晴れ時々曇り、気温は29度です。あ、いいな。少しでも沖縄気分になれるようにですね、コーナーの最初はあのお天気をお伝えしようかな。いや、ありがたい、ね、ちょっとでも感じ、しかもこの音楽でその聞くと言ったような気にちょっとでもなれるということで、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、本当に暖かいですね。ねえ、いいですね。ね、
早速なんですけれども、はい、あの二人は沖縄の思い出って何かありますか？そう、あ、僕は高校の修学旅行が沖縄でしたし、旅行いいですね。はい、その時は、うん、まあ、学生だったってこともあって、そのね、ひめゆりの塔とかそこら辺も回ったりとか、うん、で、大人になってからは仕事で行ったりとかもして、うん、それこそちょっと前に行かせていただいて、結構沖縄の、いろんな場所連れてってもらって、うん、海も行きましたし、めちゃめちゃ楽しませていただいております。じゃあ沖縄満喫された十分満足感があるんですね。高校で行った時はものすごい精一杯のおしゃれ、うん、センター分け、ガチガチに固めて牛若丸みたいになっちゃって、髪型がすごい恥ずかしかった思い出があります。はい、川崎さんは？はい、私もちっちゃい時に家族で沖縄旅行に行って、うん、なんかゴルフをちょっとしたりとか、しゃれとるね。あとなんか藍染め、染め物体験やったりとか、うん、あとなんかいろいろやりました。多分いろいろできるようなコースで遊んだような記憶があります。観光だけじゃなく体験も、ね、はい、含めて、そうですね、沖縄は、ね、充実したこう取り組みできたって感じですね。そうですね、楽しかったです本当に。はい、うん、ということでね、行ってきましたよ割とね、うん、で、まあ、BGM も沖縄で、はい、気分も沖縄ということで、皆さんも、まあ、そろそろね、もう旅行も行けますし。そうですよね。ねえ、ということで、しかも今年は静岡から ANA の沖縄便が出るということなんですよね。はい。最高じゃないですか。うん。ねえ。はい、これどういったものになってますか？はい、こちらですね、ゴールデンウィークの運行に続いて、富士山静岡空港から、今年は7月1日から10月28日まで、うん、毎日1往復、期間運行いたします。なるほど。ですね。せっかくなのでね、今年の夏は沖縄で楽しみたいと思うんですけれども、はい、せっかくなので石堂さんに沖縄のおすすめスポットを教えていただきたいんですが、はい、はい、私のおすすめスポットはですね、まず一つ目は瀬長島の海かじテラス。海かじテラス、はい、空港からも比較的近いところにあるんですけれども、はいはい、指導を基調とした建物にショップやレストランとかがすごく充実してるんですね。いいですね。で、ちょっとこう地中海イタリアを思わせるような風景が広がっています。合うんでしょうね、沖縄の気候の感じとね、すごくね、はい、で、瀬長島からは那覇空港に着陸する飛行機がよく見えるんですね。で、青い空に青い海に飛行機っていうのがものすごく映えますし、いいですね。はい、着陸シーンはすごくダイナミックに迫ってくるような感じがしてすごくいいです。うん、はい、で、もう一つは南部にあるガンガラーの谷。僕ね、行ったことあるんです。はい、ありますか？いや、ちょっと、はい、最高、全然進めていただいて、はい、最高だったっ。数十万年前の鍾乳洞が崩れてできた谷で、うん、手つかずの亜熱帯の森が広がっています。で、ガジュマルの木がものすごく大きくて神秘的なんですね。はい、で、ガイド付きツアーでないと見学できないんですけれども、まあ、じっくり説明を聞きながら沖縄の太古の世界に触れることができるので、はい、海だけではない沖縄の魅力が体験できますし、うん、パワースポットとしてもおすすめです。そうなんですよ、はい、これね、カフェありますよね。そうなんです、ツアー参加者だけが入れる、利用できる洞窟カフェというのもすごく本当に鍾乳洞がもともとあったんだけど、うん、その天井部分が崩れちゃって、うん、もう突き抜けた状態なんですけど、入り口のところが鍾乳洞まだ残ってて、うん、はい、もう囲われてて、そこが洞窟の中にあるカフェみたいになってて、もうマジですごいロケーション、うん、はい、もうちょっとジェラシックパークの世界入ったような。そうですね。で、うん、奥行くとガイドの方が一個一個説明してくださって、はいはい、ガジュマル抜きの秘密みたいな。うわー、そうです。これはね、行っていただいて、うん、ぜひ説明受けていただくとマジでびっくりするんで、うん、え、そうだったのみたいな。いやー、いいな。しかもね、遺跡みたいのもあるんですよね。はい、あれもすごいですね。はい、あらー、僕は行ったことあるんで行ってみてください皆さん、最高ですよ。はい、すみません、盛り上がっちゃって、すみません。海だけではない沖縄の魅力が体験できます。ちなみに、はい、静岡から沖縄っていうのはどれぐらいで着くんですか？はい、富士山静岡空港から静岡発12時55分発で、沖縄には15時半ごろですね、約2時間半のフライトになります。あら、あ、2時間半おでも沖縄に着いてしまう。すぐ行けますよ。じゃあもう3時半に到着して、さっきおすすめで聞いた、はい、このガンガラ行ったり、はい、海行ったり、はい、で、夜沖縄料理、いいな、最高じゃないか。あ、最高ですね。最高だな。青森飲んで、はい、沖縄そばも食べて、でコーヒーで割って、あ、最高だな。青森もう行ったような、最高だな。いろいろ食べたい、食べ物もやっぱね、うん、
気になりますよね、はい、そうなってくるの ね先ほど出た沖縄そばもあのすごく美味しいですし、はい、でそれ以外にもね、うん、たくさんあの美味しいものあります、はい、で例えば、まあ、定番で言うとステーキとかハンバーガーとかも、うん、お肉を使った料理も美味しいですし、お肉も有名ですよね、うん、であと私あの島らっきょう、海ぶどう、ジーマミー豆腐、チャンプルーとかのこう沖縄ならではの、うんはい、素朴なあの料理もすごく美味しいんで大好きです。であの沖縄の有名な国際通りには沖縄料理を楽しみながら三線などの民謡ライブを体験できるお店もたくさんあります。これ結構ね、うん、沖縄のそのあの通りも新しくなってて建物自体が全部なんか居酒屋っぽいお店になってて、うんうんうん、そこで流しで弾いてくれる人とか、うんうん、そうですね、ね、うんうんうん、結構変わってきてる部分もあるし、うん、新しいお店もたくさんあるので、うんはいうん、いいっすよね、うん、これはちょっとどうします、うん、初日はそう言って、そうですね、問題は2日目をね、うん、ちょっと酔っ払ってるかもしれないですけど、2日目どうします2日目は、はい、あの2日目はですね、はい、あの美浜のアメリカンビレッジとかはどうでしょうか。確かに、はい、アメリカンな感じね、はい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 、アメリカンテイストのカフェやレストランギャラリーなどがあの立ち並ぶ、うん、あの異国情緒満点のショッピングエリアです、はいうんうん、いいですね、はい、で街並みがカラフルなのであの SNS に写真をついついこうアップしたくなるような、はい、そんな街並みですね。そうですね、あの確かにアメリカの文化も入ってきてますから、そういう、ね、雰囲気もめちゃめちゃいいし、そうなってくるとアイス買うでしょうね。ブルーシールいっちゃうんでしょうね。あ、いいな、ブルーシール食べながら、うん、もう2日目行ってるな俺も。心の中でもう行ってますね。行ってますね。ありがとうございます。嬉しいです本当に、はい、うん、他にも、はい、他はですね、あの有名なチュラ海水族館、ね、こちらもね有名ですね。有名ですね、はい、うん、ま、ただちょっとあの沖縄のこう那覇市内から少し距離があるので、はいはいはい、もう少しあの時間がなかなかないよって方は手前で恩納村の青の洞窟っていうのがおすすめです。聞いたことある。行ったことはないですけど、うんうん、はい、あのシュノーケリングできてあの海の綺麗さを体験できますし、うん、あの海に入るのが苦手でも展望台から東シナ海の絶景というのが堪能できます、うん、はい。で沖縄旅行はあのレンタカーを使うのが、まあ、おすすめなんですけれども、うんうん、最近レンタカーが取りづらいというお声もよく聞きますので、あ、はい、あの旅行が決まったらあの早めにレンタカーの予約も、はい、していただければと思います。やっぱ、ね、いろんな方今旅行行ってますし、うん、海外の方も、ね、たくさんいらっしゃってると思うの で、ね、早めに予約した方がいいんじゃないかなと思います、はい。まあね、こういうワンポイントアドバイス初めて沖縄に行く方にもめちゃくちゃ嬉しいと思います、ね、これちなみに空港券もう予約はできるんでしょうか。はい、航空券はですね、ANA の、はい、あのスーパーバリューというですね、割引運賃が大変お得です、はい、で最大で75日前から21日前まで予約ができる、あのスーパーバリューというお得な運賃がございますので、でかつあの往復で一度にお申し込みいただけると 5% のディスカウントもあります。でかい、はい、ですのであのご予約はぜひですね、あの ANA の、 ANA のウェブサイト ANA スカイウェブからお申し込みいただけるの と、はい、それとは別にですね、あの楽天トラベルさんの ANA 楽パックっていう商品がございます、うんうん、はい、で ANA の航空券とホテルレンタカーを自由に組み合わせて旅行ツアーが作れる商品なんですが、今この ANA 楽パックで使える1万円割引クーポンをですね、マジですか、数量限定で配布しております。弱いよみんな数量限定、うん、はい、でご利用条件などはあの、楽天トラベル公式ホームページの ANA 楽パックにてご確認いただければと思います。はい、楽天トラベルの公式ホームページですね、はい、はい、いろいろお得に行ける情報が ね、 ねあるということで、私も知らなかったんですけども、聞いてた人だけ得しますよ、うん、これもしかしたらね、いや本当にね、うん、あの皆さん気持ちは沖縄かと思いますけれども、はい、一番最初に行ったプレゼントがあるんですよね、うん、これ改めて石戸さん何をプレゼントしていただけるんでしょうか。はい、はい、今回のコラボ企画を記念して富士山静岡空港発沖縄への ANA のペア航空券を1名様にプレゼントいたします。わあ、いやー、うわー、ずるい、ずるい、そしてはい、さらに、3名様にですね、あの ANA の LINE 公式アカウントのキャラクターであるあのソラッチの、はいはいはい、ANA グッズとしてね、トートバッグ、うん、ソラッチのハンドタオル、はい、そしてオリジナルアロマをセットにしてプレゼントいたします。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ぜひ沖縄に行きたいというリスナーの皆さん、ご応募をお待ちしております。お願いしますよ。応募方法ですが、沖縄に行ってやってみたいこと、行きたいスポット、
沖縄にどうしても行きたいといった意気込みなどを書いていただき、そして住所、氏名、電話番号、件名に ANA プレゼント希望と書いてムーブオンの番組までお送りください。こちらの当選発表は4回目の放送の6月26日のコーナー内で発表いたします。ドキドキ。これはね、あの K-MIX オフィシャルサイトのインフォメーションにも掲載されていますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで児童さんお越しいただきまして、緊張しましたか？どうでした？かなり緊張やる前からずっと緊張してるって言ってましたけど、はい、全然大丈夫でしたよ。皆さんのおかげで。いやありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで来週のこの時間もお楽しみに。さあ、時刻は4時57分でございます。K-MIXムーブオンでございますけれどもね、うん、今日のテーマが本当にというテーマでやっておりますけれどもね、はい、さっきね川崎さんが、うん、あの小学校の時だっけ、幼稚園だっけ、あ、小学校の時ですね、告られたことあるのかって言ったら相馬くんに告られたと、はい、来てますよ、はい、おひさあれ相馬、相馬ですレナちゃんそりゃないよって言ってますねありがとうね、聞いてくれて。相馬、相馬、ただそのメッセージのところにゴリゴリに本名書いてありますけどまあまあ読むとややこしくなるんですけど、相馬、相馬さん言ってます本、あ、もしかしたら婿養子に入って名前が名字が変わったのかもね、うん、そういうことかもしれない言ってるよ、そりゃないよ、そりゃないよ、ルパン三世みたいな言い方そりゃないぜの言い方で言ってるよ。まあ、下の名前は相馬じゃないし嘘、相馬、相馬じゃないの？相馬、相馬じゃないです。え、ジョン・ボンジョビみたいな、それ違います、そんなスタイル取ってないです。あ、そっか、はい、相馬、相馬、うん、違うんだ。そんな明るい子じゃなかったかな。あ、そっか、うん、もうちょっと落ち着いた子でしたね。もっと違う言い方だったか、はい、じゃあ本物の相馬さんお待ちしてますんでね、うん、いや本当にね、もし届いてたらね、いやあるからね電波って。そっか、多分今くしゃみ3回してんじゃない、うん、知ってる、うん、あ、好きな人からってことになっちゃうけどそしたら、いや、ちょっとそしたらね、ややこしいよ、くしゃみ3回してると思うよ。違うんだな。 Get in touch with ice. Get in touch with ice. Just move. K-MIX Move on. K-MIX Move on. Today's move. さて、時刻は5時5分になりました。 K-MIX Move on、ここからはトゥデイズムーブのお時間です。はい、今日の動きをチェック、ニュースをピックアップして私川崎がお伝えします。お願いします。ではまずこちらのニュースから。河野デジタル大臣は今日の参議院本会議でマイナンバーカードをめぐりトラブルが相次いでいることに関し、国民の皆さんに不安を与え申し訳なく思うと陳謝しました。また松野官房長官は記者会見で、マイナンバーに紐付けて登録した公的給付金の受取口座について家族名義の場合は本人名義への変更を呼びかけていくと説明しました。はい、ということで ね、謝っ、別に謝ってほしいわけでもないんですけど、うん、対応がね、なんかね、まあまあね、その立場的に謝らなきゃいけないと思うんですけどね、うんうん、まあそんなことより早くトラブルを解決していただければいいっていう感じはしますけれどもね、うん、はい、まあまあでも何でしょうね、これこそね、本当に信じていいんですかっていうやつ、うんうん、マイナンバーにね変えるも、もしかしたら信用してない人もまだたくさんいると思いますし、そうですよね、なんかいろいろ本当にっていう毎回疑ってしまうことが多い、こういうことが起きると余計またね、うん、大丈夫みたいな。あとなんか紐付けてのやつ怖いですよね。怖いですね。何かに紐付けて一緒にそれが連結されて意識してないところでそれが出ちゃうとか、うーん、なんかそこら辺のやつは割と僕も怖いなと思って、自分が知らないところで紐付けられてたりすると、はい、ね、なんかそれが勝手に向こうに表示されてしまうなんてことは普通にありますんで、皆さんもちょっとそこら辺は改めて自分のものがどこにどうなってるかは調べておいた方がいいのかもなって思いますね。そうですね。はい、では続いてのニュースです。陸上男子 100m で史上初の9秒台をマークしたアメリカのジム・ハインズさんが3日亡くなりました。76歳でした。ハインズさんは1968年6月の全米選手権で手動での計測で9秒9を記録し、初めて10秒の壁を破りました。
また現行の電子機器を使った計測でも人類初の9秒台突入を果たしました。うん、ということで、うん、もうすごい方が亡くなられたということでございますけれども、はい、初の9秒台ねえ、なんであんなやっぱこう100メートルって心を動かすんでしょうね。ねえ、走ってるだけといえばだけなんだけど、あの100メートル走はやっぱ他の競技とは一種違う熱量がありますよね。昔からもちろんね200メートル400メートルも素晴らしいけど、100メートル走にってなんか一個特別だよね、はい、そうですね。もうまあ我々の世代とカール・ルイスとかさ、そういう人たちがもう散々ね速さを競ってきて、うん、なんでしょうね、人間本来の当たり前の走るという、はい、ことの集大成みたいなのがなんかこれに込められてるような気がして、やっぱりこの何年経っても100メートルっていうこの9秒超えるとか、うん、10秒超えるとか、そういうのがなんかね今後も賑わしていくんでしょうし、いやー本当にすごいね、物語がありますよね、ああいうのにも。なおかつ今靴とかもねどんどん発達してってるから、うん、そこでのまた新しい記録がボルトを超える人たちもまた出てくるでしょうし、ね、まあ、その歴史の一つを担った方が亡くなったということで、うん、ご冥福をお祈りしたいと思います、はい、では最後のニュースです。週明け今日の東京株式市場は先週末のアメリカ市場の値上がりをプラス材料として買い注文が広がり、日経平均株価は取引時間中として1990年7月23日以来およそ33年ぶりに3万2000円台を回復し、バブル経済崩壊後の最高値を更新しました。終値は先週末と比べて693円21銭高の3万2217円43銭でした。うん、全然僕こういうの詳しくなくてあれなんですけど、はい、いい感じってことでいいですか。バブル崩壊後の最高値、ねうん、になったってことでしょ、ね、まあ、バブル期はもうそれはすごかったでしょうけど、うん、その後にこう良くないのが続く中で最高値を更新したと、はい、うんうん、本当に疑ってかかるこういうのもね、なんかね、まあ、実感とまた違うし、うん、まあ、一時的なもんでしょみたいな感じもありますけど、うん、まあ、生活してる人たちからすればね、はい、そんな感覚は一切ないの で, そうです、ね、まあまあ、でもこういうのがあることで少しでも良くなってると信じた方がいいのか、うんうんうん、まあね、どうなんでしょうね、この数字たちってどうなんでしょう。結構ねこれによってこうなんか投資してる人とか会社経営者とかがやっぱりやきもきしたりするんですね、うん、でもにしてもやっぱり日本のものって安すぎるよね。あ、そうですね、全てのものが、うん、怖いぐらい安いから、はい、海外とか行くとさそんなことないから、なんかそれもちょっと逆に怖かったりも、うん、本当にこんな安くて大丈夫なのみたいな不安になっちゃって、のその不安もあったりしますけど、ちょっといつか経済分かりやすく教えてくれる人来てくださいそうですね、小学生のように学びますのでお願いしますはい、ということで以上、6月5日の Today's Move でした。Sometimes I feel good, at times I feel you.
送りしているのはアリシア・キーズでフォーリンです。はい、毎回ニュース読むじゃない。はい、僕本当にこのニュースの知識、そんなにね喋れない人なんですけど、どう聞こえてんだろうなと思ってちょっと不安になっちゃいますよね不安になっちゃう時があって、ね、まあまあちょっとなんかいろいろ皆さんご意見あるかもしれませんが、はい、温かい目で、ね、そうですね、よろしくお願いします。はい、K-MIX Move On。 さあ時刻は5時15分になっております。 K-MIX Move On、 本日も新静岡線路場5階ビュースタ静岡ノアから公開生放送中なんですが、はい、先ほど、うん、あのね、このガラス越しに線路場に来てくださった若者たちいたじゃないですか、はい、一言1800さんでしたけど、おー、あんなに爽やかだ、意外と若い方なんですよね。若くて、サーフィンやりそうな、そうそうそう、匂いがする人たち集まってきてましたけど、うん、メッセージ来てますよ、はい、スタジオ前に行ったものです、うん、箱根旅行の帰りに、へ、岩田まで帰る途中に静岡で途中で高速を降り、はい、仲間を半分無理やり連れて行ったから回がありました無理やり連れてきた感あったもんね。ありましたね。初めての生胸ですよ、生崎さん。短い時間でしたがありがとうございました。仲間たちは、お前今回の旅行で一番いい顔してたなと褒めてくれました。では今から岩田まで帰ります。わあ、いいね。これからも365日毎日聞きます。ありがとう、ね、本当ですか。僕喋ってない時もありますいやでもね、嬉しい限りです、うん、仲間たちもどう反応していいか分かんないって顔してましたけど、もうなんか本当相乗りとか出てきそうなメンバーでしたね。本当そうだったねいやあんまりザキさん交わることないタイプの人でしょ。ないです、はい、ねえ、うん、見る分には楽しいですけどいやっそり参加しても楽しいはずですよ、ね、今ちょうど多分車の中とかで、ね、はい、聞きながら、いや俺らのこと喋ってる言ってんのか知らないですけど、多分目の前で聞くよりさ、うん、移動しながら聞いてる時の方が実感湧くでしょうし、ね、そうですね、ラジオだったんだな、うん、本当にみたいなね、本当に素敵な6人組ぐらいか、うん、5、6人いたよね。いましたね。ね、ナンパするのは今ですよ。あ、ね、女子たち見かけたら、あ、そういうこと？そうだよ。今岩田に帰る途中に、うん、ね、サーフィンしそうな男子いたらナンパするんだよ。あ、ね、なるほどね、うん、そういうことあるかもしれない、出会いがあるかもしれないからね、うん、はい、ありがとうございます。あと、はい、もう一個来てます。お、今日のテーマがね、本当にっていうことで、うん、あの何々1年分プレゼント、はい、本当なのか、うん、あれは1年分ってなんだっていうのがあったと思うんですけど、うん、もちもちもっちゃんさん、はい、ムネッチザッキーズこんにちは。こんにちは。先ほどの牛1年分問題です、うん、以前妻の職場で忘年会のビンゴ景品の松坂牛、うん、1頭1年分があったと聞きました。しかも当たったのは妻の横に座っていた同じ部署の女性。おー、サーロイン、カルビ、ロース、タン等の高級部位はもちろん、レバー、ミノ、シマチョウ、ハラミ等などの一般的なホルモン、うん、テール、尻尾だね、スネ等は聞いたことあるけど、調理の仕方がわからないものや聞いたことないものまで細かく分かれた一覧表が渡され、うん、1頭から取れる肉の量分、好きな部位を好きな量、ブロックの塊かスライスか選んでその都度注文できるみたいです。注文は受け取った日から1年以内、うん、知ってる高級部位はお腹いっぱい食べれるけど、それ以外の知らない部位はどうやって食べるのと、料理が苦手な人には嬉しいような嬉しくないような景品みたいですよ、うん、と。すごっ、ちゃんと細かく、だって会社の景品でもらえんの、すごくない、羨ましい。松坂牛だよ、だよ、だってだよ、だよ、相当よ、相当高級よ、やば。このビンゴを開ける会社ってどんな会社、うん、相当大企業とかだったんですかねどういう会社なのか気になってくるよね、うん、だって普通に考えたら、えなんか10人ぐらいで分けません、そういう景品あったら。そうだね、うん、確かに10人に当たるみたいな、うん、で1人で行こうとしてるから ね完全に1人で行ったんじゃないですか。これはいいとこの会社かもしれないですね。そうだね、会社が気になってるんじゃないんだよ我々は何してんのよ。いやそこじゃないんだよ、世相が出る。細かくスライスかブロックかそこまで細かく、だから送る側も大変よね。そうですよね、責任があるからさ、行ったからには。担当の会社があるんですかね。あるんじゃない、うん、どうした、あ、そっか、それ間に入ってんのかね、そういう会社がね。あ、そっか、もしかしたらね、ここまではブロックが、僕がブロックっていや僕がブロックがよく分かんないもんじゃ全部今送んないよって風邪薬の話してるの何何、いやそういうことをやってるかもしれないですね。そういうことか、
ていう謎は解明しました。ありがとうございます。はい、はい、ぼっちーさん、ぼっちーさん、本当にいいですが、うん、僕は自分の存在を疑っちゃいます。どうしたんだよ。実はゲームのキャラクターで能力値の繰り分けを失敗したままプレイしている途中じゃないかと思っています。最強の状態で自分の人生をプレイしてみたいものです。あー、なるほど。自分の存在を疑っちゃう。どういうこと疑う？要は言いたいこととしては、はい、自分のフルに活用できてないんじゃないかってことよね、うん、多分ゲームの能力振るときってあるわけですよ。力をたくさん増やしてやるか、うんうん、スピードをもっと生かすか、うん、それとも知力を生かすかみたいな、はい、その振り分け方が僕を生かす使い方じゃないんじゃないかっていう疑いってことですよ。それどう、ザキさん、自分の能力、はいはい、フルでこう割り振れてる、プレイヤー画面の段階で割り振れてる感じする？割り振れてないですけど、でも正直ここのアナウンサーという仕事につけてる時点で、うん、多少は認めてもらえている、恵まれてる方だなと思いますよ。でもまあ振り分けられてたんじゃない、そう思うと。もしかしたら、だからそのコミュ力に関してはゼロだと思うけど、うん、だからそれを全振りしたんですよ。そっちにね、コメンの方に。そっか、うん、コミュ力2ぐらい欲しかったね。でもね、どう2もないですか、2もない。5段階としていいですか？5段階だと、まあまあ 1.5 から3とかかな。あれ難しいね、うん、表面上は3だが実質 1.5 みたいな。半分ごまかしてた、ね、それなんか会話する意味でのコミュ力はあるけど、その深いところ行くと、まあ、でも意外といいじゃないですか。別にそれはね、まあ、そう、必ずしも必要じゃないから。そうだ、そうだ、どうだ、能力値ね。みんなそんな言ったらどうなんだろうね。ねえ、うん、振り分けうまくいったのかなみたいな。結構これはあるかもよ。問題だって親がもしかしたら強引に何か慣れ合わせてさ、振り分けようとしてうまくいかない振り分けもあるじゃない、はい、俺それ別に学びたくなかったよみたいな、そういうのもあるでしょうから。ありそう。大変ですね、振り分け。いや、うん、みんなはどうですか？K-MIX Move on Move up Living on Move up Living on 暮らしの喜びきっと見つかる、第一不動産がお送りします。さあ、静岡市を中心にいろんな物件を管理している第一不動産、毎週第一不動産のスタッフにご出演いただきまして、私とザキさん、川崎玲奈ね、うん、ラジオの前のあなたに静岡のいろんな物件、そして静岡の街を紹介していただこうと思っております。ムーブアップリビングオンです。はい、今日は第一不動産から中安さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか中安さんは相当大変だったという情報だけ入ってますが、うん、そうなんですよ。すごい気持ちがこもってる。本当に大変でした。何があったんですか？実はですね、この大雨の中、広島出張でまさかの静岡に帰ってこれないという。あー、直撃しちゃった。いや、広島はそんなに雨が降ってなかったんですけど、なるほど、新幹線が止まっちゃったじゃないですか。そっから静岡に帰る、どのタイミングで足止め食らったんですか？1日はもう向こうで宿泊で、うん、2日の夕方に帰る予定だったんですよ、はい、でそこでもう乗れなかったです。あ、新幹線、はい、うん、あ、じゃあ逆に乗っちゃった人大変ですね。乗っちゃった人間もいたんです。5人も。あら、大変でした。ってことは新幹線内で止まって。そうです岡山で止まったところと新大阪手前で止まったところは、本当にその方たちは申し訳ないし、広島で止まっといてよかったなみたいな。まあ、じゃあ怪我の巧妙と言いますか。そうです、ここはね、ただもうあの宿泊一泊増えてしまったので、経費もかさむし。そうなんです、土曜日の夜になんとか帰ってこれました。よくでもありましたね、宿泊先が広島だったから私は良かったんですよ。新大阪組はすごい大変だったって言ってました。そうですよね、大変だ。そんな中、そうなんです、今ヘタヘタでしょ。そうなんですよ、今もうマジで栄養ドリンクなきゃ生きていけないやばいっすね。そうなんです、限界だこれ。これは今日の物件で泊まって帰っていただいても全然
構わないぞぐらいですけどもね。いや、静岡帰ってこれたんで家に帰れます。あ、よかったです。それはよかったです、はい、というわけでじゃあ、うん、今日紹介してくれるのは一体どんなものでしょうか。はい、もうお二人は静岡だいぶ慣れてきたかなと思いますが、はい、今日はですね、駅地下家賃4万円以内をテーマに選んできました。ありがとうございます。家賃が4万円以内、はい、これはお得よ ね、 ね、嬉しい。そうなんですよ、はい、前回水鳥が初期費用をテーマに紹介させていただいてますけれども、うん、今回も予算を抑えられるような物件を選んできました。これはありがたいですよね、うん、じゃあ聞いていきましょうか。まず最初はどんなものになるんでしょうか。はい、はい、まず最初ですね、静岡市駿河区南町にありますニストン南町です、うん、はい、でこの南町というところはですね、資料をご覧いただければわかると思うんですが、はい、とにかく駅から近いと、うん、いいっすね。本当だ、めちゃくちゃいいっすね。そうなんですよ、この距離でこの金額、静岡駅南口徒歩4分、あら近っ。近いんです。嬉しい。で、だって今日のテーマは4万円以下でしょ。そうです。え、家賃いくらですか。なんと家賃は3万5000円です。安い、衝撃。安い。敷金礼金ゼロって書いてある。そうなんです。マジか。初期費用も抑えられるという。え、すごいな。この距離なので、もちろん一人暮らしで入られる方いらっしゃるんですけど、はい、例えば静岡でもお仕事があって、例えば別のところ東京とか、本来は東京に住んでて、うん、はい、静岡でもお仕事があるよっていう方で、セカンドハウス的に使ってらっしゃる方も、はあ、俺に何か買わせようとしてるそうですよ、ぴったりですね。もう毎回毎回それしかお持ちしないのでだいぶ絞られるでしょ俺だけで絞っちゃうと。でもすごい、3万5000ワンルーム。そうです。でも写真めっちゃ綺麗ですね。本当ですか。いや、綺麗綺麗。日当たりも良さそうですね。本当、日当たり綺麗でめっちゃいいし、収納も2つあって、はい、角部屋です。角部屋、はい、しかも、まあ、ユニットバスですけど、まあ、それぐらいしたら全然いいですね、はい、うん、そうなんです。この距離感なので、割と毎年春は入退去が多いですけども、うん、おかげさまで割とすぐ決まっていただいてっていう。うわー、しかも鉄筋コンクリート、はい、5階建て。はあ、しかもセブンイレブン徒歩2分。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなのセブンイレブン近いです。いや、パルス食材館徒歩4分、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、いい、これはいいな、マジでいいですね。そうなんですよ。で、自分でお料理作らないという方は、うん、まあ、もちろんそういったところにお世話になっていただいたりとか、はい、あとは駅南銀座商店街、飲食店が多いところがですね、なるほど、まあ、すぐそこにあるというか、駅南銀座沿いにあるので、本当にすぐ飲みに行けます。そうですよね、はい、即入居か、嬉しい。マジで本当に敷地歴ないしないです。駐車場はないですけど、でも別にね、うんうん、まあ、この距離だったら車はいらないですね。はい、何万も、これやばいな、すぐなくなりそう。どうですか。はい、あーあー、嫁相談しまーす。じゃあいいお返事待ってます。はい、すいません、はい、続きましては何でしょうか。はい、続いてはですね、今度葵区になりますけれども、はい、葵区人気の高城にあります、ホーブル平井です。これはどういった物件になりますか。こちらもワンルームになるんですけれども、うん、はい、静岡の中でも人気の高城エリアにありまして、はい、私初回にですね、物件ご紹介させていただいたのも、うん、同じこの高城というエリアにあるんですけれども、はい、同じ通り沿いにあります。あ、なるほど、はい、紹介したところね。はい、でこれがワンルーム、うん、はい、お家賃は37,000円です。いや、全然いいよね。すごい。しかも敷金歴ゼロ、はい、これも初期費用なしだ、まあまあ、ここエレベーターついてるので、嬉しい。これは楽よ、大きな荷物持ってたりする人は、はい、しかもお部屋になんかありません、これ。あ、そうなんです、これ実はですね、はい、収納式のベッドがついてるんです。本当だ、なんかありますよね、はい、これじゃあ畳めるんだ、ベッド。そうなんです、引き出し式になってるので使わないな、邪魔だなと思ったらベッドをしまっとくと。これか、棚って書いてあるところがベッドなんだ。そうです。使わないときはこう幅を広げられる。そうなんで、やば。じゃあ友達来たとき一回これしまっとく、一回しまってとか、まあ、めんどくさい方は多分出しっぱなしっていう。そうですね、そういう人もいるでしょうけどね、はい、いいですね。すごい。でしかも綺麗じゃないですか、ここも。はい、ね、ここも明るいので。うん、明るい明るい。でちょうど今年の春4月に、うん、退去してクリーニングが今終わったというお部屋ですね。助かります。これは、しかもファミリーマート徒歩4分。あ、
ね。ありがたい。杉ドラッグ徒歩3分ありがとうございます。公園が11分あ駿府城いいね。あ銀行が1分そうです。もうすぐ隣が銀行です。ええー、すごやば。お金出し放題。出し放題。額によるんですよ。自分がなかったら意味がないです。確かに。でもすごいいいですね。そうなんです。ここの高城つつじ通りは春桜がものすごく綺麗に咲くので。いいね。はい。ここものすごい。私もこの通り大好きです。おお。やっぱ街の雰囲気がいいとね、住みたくなりますし、はい。そうですね。そこに帰ってこれるっていう喜びがありますのでね。はい、ぜひぜひいいんじゃないでしょうか。ちょっと待って、両方いいね。どっちにしますか？いやあでもねあの家のあ雰囲気フォーブル平井の方が雰囲気いいおあでも高城雰囲気いいですね。嫁相談します。じゃあ川崎さんはどっちがいいですか？私でもニストン。はい、ニストン の、 あの静岡駅徒歩4分これね心躍りますね。そうですよね。確かにそうだね。うん確かにそうだな。収納もちゃんとありますしね。収納2つあるからね。いいな。2物件あるのでねお一人ずつ。あじゃあ交互に住むか。はいいろいろ面倒なことになりそうですいろんな意味で面倒になりそうですね。何これ置いてくなよお前これよとかっつってねありそうですけどね。ありがとうございます、ね、ちょっと気になる方これはどちらに行けば見れるんでしょうか？これは、うん、あの第一不動産ですね3店舗ありますので、はい、もし背の場から近い方は、うん、駅北にあります静岡北店の方に、はいうん、で駅の南口が近いよっていう方は、はい、静岡南店へ、うん、分かりました。あとは私に会いたいよという方は多摩地店へお越しください。ああじゃあ多摩地店に殺到だ。うわ嬉しい待ってます。殺到ですよ中橋さんに、はい大変でしたねって雨大変でしたねってみんな、ね、いいねお菓子折りでも持って行ってあげてください、もうその話であればいくらでもしますありがとうございます。はい、はい、さあ、うん、どうぞ。最後に第一不動産からのお知らせをお願いします。はい第一不動産では管理物件の入居者様サービスとして LINE アットを活用しています。今回の台風被害などももちろん入居中のお困りごとがある方はお好きな時間に LINE を使って第一不動産にお問い合わせいただけます。電話ではご相談が難しいお写真を使ってのご相談など入居中に発生する様々なトラブルは LINE アットを使って手軽にお問い合わせください。あれですよね先週末の大雨で第一不動産の管理物件でもやっぱ相談とかは結構あった感じですか？そうですねただ、うん、私いなかったじゃないですか。あそうか。ただ前回の台風15号よりは被害は少なかったですね、はい、あ本当ですか、はい、あじゃあまあまあよかった。でもそこら辺の対応もね第一不動産の方はやられてるということで、はい、お疲れ様でございます、はいはい、というわけでぜひとも今後もよろしくお願いします、うん、こちらこそよろしくお願いします、はい、ということでムーブアップリビングオン第一不動産の中安さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ムーブアップリビングオン暮らしの喜びきっと見つかる第一不動産がお送りしました。Get in touch with us. Just move. K-Mix. Move on. さあ時刻は5時40分になっております。 K-Mix Move On です。今日も新静岡瀬の場公開ビュースター静岡ノアから公開生放送中です。はい、今日のテーマがね本当に皆さんの疑いについてのお話をしてるんですけども、はい先ほど、いろいろとやっていく中でザキさんが、はい、プロデュースしたいみたいな。そうですね人のこのなんだなんていうの原石を見つけるのが得意だと、はい、あの人は今後伸びるぞみたいな、はい、そんな中、これラジオネームないのかなこの方ねあの方がですねプロデュースしてほしいとお、まあ、我こそは原石なりということだと思うんですよね、はいザキさんにぜひともプロデュースしてもらいたくてメールしました。あらすごい。やっぱねそういう熱意ある人いるんでしょう、はい、僕はただ単にカブトムシが大好きで K-MIX と共に6年間ここまで来たのですが、ああ伸びしろはあるはずだったのにここから一向に突き抜けることができません、うん、ザキさんだったら僕をどのようにプロデュースして潜在的な伸びしろを伸ばしてくれますかっていうこと。何が言いたいな、ちょっと僕もよくわかんないですけど、うん、この方のプロフィールってことですよね、うんはい、ただ単にカブトムシが大好きで K-MIX とともに6年間ここまで来た人。
どうしたらいいですかね。どうしたら伸びしろがあるのか、ちょっとメッセージもお渡ししますけども、文章の意味が分かんないですよね。カブトムシが大好きで、はい、カブトムシが大好きなんです。 K-MIX と共に6年間ここまで来た53歳。年齢だけ言うのやめてください。年齢は関係ありません。何が したいんだろう。うん、プロデュースしてだから、ね、もっと本当はだからさっきのさ、はい、振り分けの話じゃないですけど、はい、もっと私は伸びる、もっと輝くはずだ、うん、私に何が足りないんだと。カブトムシ好きなのに、あのカブトムシを好きな気持ちを軸にカブトムシの研究をしてほう、あのさかなクンみたいになったらいいんじゃないですか。だから突き抜けるならそういうことですよね。はい、それ名前どうします。さかなクンはさかなクンでありますけど、なんですかね。プロデュースしてもらわないといけないですから、今後やっていく上でね。かぶっちゃん。かぶっちゃんです。かぶっちゃん、ラジオネームもかぶっちゃんです。もうかぶっちゃんでしょうね。いやだから僕かぶとくんとかなのかなと思ったけど、そんなことない、かぶっちゃんだ。かぶっちゃんで、やっぱ呼びやすいしね。そう、かぶっちゃんね、なんかこうね、カブトつけて、そうだね、頭にだ今大谷翔平カブトつけてます。ああ、いいじゃないですか。カブちゃんですよ。あ、なるほどね、うん、だからもう、あ、分かった分かった、あ、分かったみたい、はい、よし聞け、メモれ、メモるんだ。どんなあのワードを言われても、うん、そこからカブトムシの豆知識につなげられる人だろう。これはいい、必要だね。たまにいるじゃないですか。たまにいる、分かる分かる、謎かけできるみたいな感じで。いや、それいいかもしれない、それいいんじゃないですかね。だから景気が悪くなってますねみたいな話から、うんうん、そうですね、でもカブトムシの角は上に上がっていくんですよみたいな話になって、そうその角度はみたいなね。そう、日本のカブトムシのあれよりも亜熱帯地方にいるこのカブトムシの方が、うん、角は高く上がりだの、はい、そういう話をね。いいんじゃないですか。どんな話もカブトムシで返す、うん、これ今ならできるもんね。だって好きなんでしょ、はい、そうカブトムシと共に6年間って短いなって気もするけど、K-MIX を6年間聞いたのかな。カブトムシ歴はもっと長いと思うんですけど、ね、ちょっとぜひ一応頑張ってほしいですね、うん、だからなんならこの後カブトムシの知識ちょっと1個ね、うん、送ってきてほしいですよね。そう、何かと絡めて、うんうん、ムーブオンとか、ムーブオンと絡めて、はい、ムーブオンの話最初にして、はい、話は変わりますが、はい、カブトムシはみたいな感じで、うんうんうん、カブトムシの話を入れ込んでみて、繋げてみてください。一回やってみましょう、それで、うん、ちょっとそれで今後伸びるかどうかも、いけるかもしれない。今プロデューサーザキが言ってるんで、はいはい、期待しております。あ、プロデューサー言ってんだから。やったな。そうだよ、うん、もうだから BE:FIRST のスカイハイみたいな存在だから今。そう、一緒にね、一緒に頑張るタイプの。そうだよ、一緒に涙するんだから。そう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 、合宿中にそういうタイプだよ。そう、そのタイプだ。うまく例えられなかったら泣いてくれるから。なんだ、例えられなかったっつって。そうそうそう、よくやったなー言うて、 YouTube でドキュメンタリー配信するから。 そしたらお前はまだサナギだとか言ってくれるかも。カブトムシ例え返ししてくれるかもしれない。いいじゃない、いいですね、行こう行こう行こう、はい、ですね、はい、4日目のいちごパンツさん。払えすぐすぐに払え。本当にいいですが、お二人はケサランパサランって分かりますかね。何それ、ケサラン。謎の生物とされる毛玉、植物の綿毛のようなふわふわした白い毛玉のような物体で、はあ、空中をふらふらと飛ぶと言われています、はい、見つけると幸運になるとかならないとか知らんけど、箱の中で、お化粧のおしろいを与えることで飼育ができ、大きく育ったり増えたりするって。本当らしいそれ、はい、あれって何だったの。考えると仕事中しか眠れません。一番寝ちゃダメなんだよ。これなんかね、そう、 あるんですよ、ケサランパサランっていう。本当にいるものなの。なんか綿毛なんですけど、はあ、なんか言う人にとってはなんか生きてるみたいな、大きくなるみたいな。はあ、なんかこう種類の違うマリモみたいな感じですね、はい、なんかわかんないけど、うんうん、イメージですけど。そう、ケセラン、ケサランパサラン、ケセランパサラン、うん、調べてみるか、こういうのね。ケセラセラ、え、なんだっけ、ケセランパセラン、あ、ケサランパサランか、ケサランパサラン、あ、本当だ。え、江戸時代以降民間伝承上の謎の生物とされている物体。え、外観はタンポポの綿毛や、うん、羊の尻尾のようにふわふわ白いけど、え、
そう、それがなんかおしろいを与えるとなんか飼育できるとかいう大きくなるらしい。結局なんなん、どっちなん、これ分かんないんですよ。あ、一応ウィキというかあれだと、うん、アザミやオキナグサ、ブタナといった植物の花のカンボリの毛って書いてあるなんでしょうね、冠毛、うん、がより集まって固まったものとされる。ガガイモの種と綿毛ともされる。戦場のカビだという説もあり、いろいろある。あ、結局よくわかんないと。生きてるのかな。もうわかんない。何この話。何これ。でもなんか昔流行ったみたいな聞きます。な、まあ、なるほど。なんかこういう人いるよね、飲み会にね。あ、いる。なんかね、なんかあいつ来てたみたいな。え、来てたよ。え、嘘みたいな。え、いた？いや、いたと思うけど、うん、途中で帰ったの。いや、最後までいたよ。え、いたっけ最後までみたいな人いない？ケサランパサランみたいな人、ケサランパサランみたいな人いない？うん、いたっけって。あれ、あいつ払ったお金。うわ、よくないよ。え、払わん払わんの可能性あるよね。いたけど払わん、いたけど払わんのパターンあるから。いや、やだな、そういうやついるよね、うん、たまにね。怖いですね。怖いですよ、そういう人は。そういう人なりたくない。なりたくない。でも分かんない、なる可能性あるよ。ザキさんだって飲みの席行ってさ。ですかね。だそんな自己アピールしない人でしょ。自己アピールしないです。だって20人ぐらいの飲み会があったとして、まず行かねえか、そこに。行かないです。行きません。行かない行かないだったわ。そうです。そもそも行かない行かない。伝説の生き物ですよ。呼ばれても行かないだ。そうです。そもそも呼ばれてないかもしれないしね。呼ばれん呼ばれん。呼ばれん呼ばれんか。それは辛いね。本当は呼ばれてほしいでしょ、でも。いや、本当は呼ばれてほしいけ ど、自分のこと理解してるから、うん、呼ばれなくても平気だもん。長えわ、名前が。Move on wave. K-Mix. Look around. Look around. Look ahead. K-Mix. K-Mix. Move on. さあ、時刻は6時4分になっております。帰ってまいりました。ということで K-Mix Move On です。今日も新静岡瀬の公開ビュースタ静岡ノアから公開生放送中でございます。はい、私誘われたら嬉しいでおなじみ芦田宗人でございます。私はできるだけそっとしておいてほしいこと川崎玲奈です。そうですね、はい、飲み会のお話です。それぞれね、はい、しますということで、はい、今日のテーマが、うん、本当にということで、まあ、皆さんが疑っていること、信じきれないもの、はい、ありませんかという話ですね。いろいろとね、皆さんが疑っているものやっぱたくさんありますね。はい、昼は車中飯さん、うん、ムレッチザキさんこんにちは。自分が疑っているのはいつも嫁さんが言っている冷凍すれば大丈夫とか、う、冷凍だから大丈夫です、う、たまにいつ食べたらっていうぐらいの昔の余り物とか食卓に並ぶんですが、不安で不安で仕方ありません。これあるね。あります、すっごいわかる。もう何かわからないやつあるよね。霜が降っちゃって、もう凍っちゃって、凍っちゃって凍っちゃって謎の塊みたいなって、これ何、いやーわかる、あーみたいな、うん、はいはいはいみたいなやつが奥に眠ってた時のゾッとする感じね、はい、これね、うん、でも大丈夫なんでしょうか。でもさ、夏過ぎてるパターンあるじゃん、はい、夏越しちゃってたりすると、はい、一瞬やばくなったやつがまた固まってるだけの可能性あるじゃん。そうか、うわ、怖いよね、そう思うとね。永遠ではなさそうですもんね。永遠ではないと思う、うん、それはさすがに無理があると思うから。そうか、冷蔵庫内でもね、やっぱ冷え切らないもの、はい、夏になるとね、はい、言うても腐っちゃうの、早めに腐っちゃうのあるから、ね、心配ですよ。冷凍でもどこまでいけるのか、どうなんだろうね。うん、アイスは永遠に食えるって聞いたことあるよ。え、そうなんですか。アイスに菌は発生しないらしくて。甘いからですか。甘いからじゃなくて、うん、アイス自体がもうそういう風にできてる、なんかそもそもそういうことが発生しないって聞いたんですけど、アイスによるのかもしれない。でもアイスがそうらしいよ。へえ、すごい、ほんまかいなって。ちょっとね、信じがたい。探偵ナイトスクープにお願いしたい。だいぶ時間かけて検証しなきゃいけない。ちょっとね、やっていた、もしかしたら感動スペクタクルぐらい待ってるかもしれないからね。これでもなんか
他の人でもエピソードありそうですね、うんうんうん、なんものすごい前のやつ食べましたよとか怖いるんじゃない。怖いなこれ怖いね、眠ってるやつあるでしょ各家庭に1個ぐらいありますよ、ね、うん、こういうの早めに処理します。ちゃんと私結構取っておいちゃうんですよ。あ本当私も冷凍したら何でもいけるっていう方の人間で、うん、まあね、よくないなと思いながら、うん、冷凍万能感はありますけどね、うん、どこまで信じていいのやらっていうところですね。そうですね。あとですね、静岡クルーのマー君さん、うん、はい、マー君、ムネチザキさんこんにちは。こんにちは。未だに本当にと思っているのは、うん、中学生の頃の友達が俺2日に1回金縛りに会ってて昨日なかったから今日金縛りの日と言ってたことです。その時はマジやばくないって答えたり、違う日に今日は金縛りどうと聞いたら今日あったから今夜はぐっすり眠れる日って言っていました。本当だったら何かしら対処した方がいいなと今なら思います。優しいですね。これ今日どうとか言って聞いてあげて。そうだね。ちなみにいくつの時の話？中学生ですね。中学生か。はい。これはでもちょっと分かんない。中学生特有の森はあるよね。ありそう。中学生って森から。はい。森って書いて中学生と読むぐらい森から中学生は。持って盛るのが楽しいんですよ、ね、そうだから2日に1回は1回はなってんのよ多分。うん。1回なって、はい、2日目なんかその立ってからなった時に。うんうん、俺2日に1回なるよって言い切れちゃうのがやっぱ中学生だから、はい、そういう時に、うん、マジで、うん、って周りがなったらもう、うん、そっからはもうそのループ、もう縛りが入っちゃうんで。なるほど。もうそのルールの縛りが入っちゃうんで、うわ、ややこしいですけど、ちょっとね、金縛りになってるキャラ確かに金縛りキャラとして、はい、今日は大丈夫だって明日はあるとか、うん、言ってくれてたんじゃないかな。いやー、そっか、演じてた部分もあると思う、金縛りキャラを。いや実際にそういう人に対して、うん、本当にっつってカレンダーにあった日となかった日丸つけてとか言うのは野暮なんですね。いやそれは野暮で、そんな問い詰めないでくださいよ、うん、その日から逆の金縛りが起きますよ不安で毎日金縛りになっちゃいますよそんなこと言ったら。ちょっとかわいそうか。それはでも中学生なりのこのやっぱ面白、うん、俺面白く思われたいの一個なんじゃないかな。いますよねでもそういう人もね、うん、そういうなんかめっちゃ好きだよって言ったけど別にそんな好きじゃないとかあるじゃん。あるそのなんか適度な嘘あるじゃん、はい、なんかついつい口で出てしまう嘘。すごいわかります。なんかその場のみんなの仲間を入りたくて、はい、俺結構好きだよとか、うん、まあまあ好きぐらいのやつをめっちゃ好きっていうワードに言っちゃうとか、はい、そうなんだ、じゃあ何何何何いいよねとか言ってたら、うん、おーみたいな、うん、うん、いいよねって急に薄くなるみたいな、うん、その感じに近いんじゃないかな。ちょっとね、中学生ってそういうとこ、うん、あっていいけどね、可愛げがあって、ね、うん、まあ可愛いですけどね、うん、許してあげてほしいけど。でももしかしたら未だに2日に1回金縛りの人かもしれないから、それは、ね、それはもうしょうがない、ね、あり得るあり得る。全然改善しない人ってことだから、うん、それはね絶対普段疲れてる何かがあるはずなんだけど金縛り未だにね、すごいね。これだからもっとねあれですよ、幼いバージョンですけど、はい、ヒロロさん、うん、幼稚園に通ってる子供が今日サッカーで12点決めたよって言ってきました。完全に嘘だなと思いましたが一応すごいハット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 トリックじゃんと褒めました。子供の可愛い嘘は OK です。かわいい、ねね、どうなんでしょう。ものすごい技術で12点決めてる可能性もありますからね。ロナウジーニョ、ロナウジーニョぐらい降臨しちゃって、もうファンタジスタやってるかもしれませんけど、うん、もうここからもうだからその中学生になっていく可能性ありますから、ああヒロロ君が、そうか、ヒロロ君じゃないのか、ヒロロの息子が、息子さんがもしかしたら将来、あ、ね、そうですよ、月に12回は金縛りになるよとか言ってるかもしれないからさどっから、うん、どっかで卒業した方がいいのかな、こういう嘘みたいな見栄とか、ね、見栄は張ってた、見栄は多少、まあ多少は張ってますけど、でも私の周りにもっと張る子とかがいたんであ、もっと上がいたんだ、はい、反面教師で辞めました。あー、なるほどね、うん、俺でも割と最近っていうか何年か前ぐらいまでもうちょっと俺見栄張ってたと思う。あー、そうですか。例えばこういう仕事してるとさ、いろんなアーティストが来るじゃない、はい、でその音源かかったりするじゃない、うんうん、このアーティスト知ってますかって言われた時に、なんか癖で知らないでいいのに見たことあるかもって言っちゃう時があったのよ俺なんか、はい、名前聞いたことあるかもですねとか、なんか知らないでいいのに、うんうんうん、なんかちっちゃな、ね、わかりますよ、人かじりしてるみたいなのを伝えたいのか、うん、はい、
俺のほんとちっちゃなやつが、うん、なんか聞いたことあるかも、あ、名前は知ってますけど初めて今回聞きますみたいな、うん、いや知らないでいいじゃんそれ知らないでいいもんみたいな、うん、自分の中でちょっとあるとう、そういう嘘ってバレないですもんね、なんかそうなのよ、うん、ただそのよくわからないプチマウントは、はい、何の効力も発揮しないのよ、わかる、ぶっちゃけ、うーん、はい、無意味だったんですよね、そうで無意味なんですよ、だからもうどこかでお会いしたかもしれませんみたいな、もうそんなもう意味わかんないもうじゃあもう知らねえんじゃねえかお前はっていうそのプチ見えはあるかもな、これね気をつけたいですよ、これはなんかねいつからかすいません知りませんって言えるようにならないと、たまに今でも多分出ちゃう時あるから、はい、口癖で言っちゃう時あるから、はい、俺がそれ言ってたら知らねえんだなと思ってもらって、わかりました、 80% 合ってると思うんでそれで、いやそっか、うん、それちょっとあるわな、すいませんもう全然かけなしになっちゃったけど、いやいやいや、はい、あれ俺だっけ、次のターンどっちだっけ、私かな、ザキターンで言ってください、はい、ノリダーさん、ノリダーさん、ムネチザキさん、こんにちムーブ、こんにちムーブ、コーヒーのお供にキョロちゃんでおなじみのチョコボールをよく買うのですが、チョコボール懐かしい、今買ってねえわ、最近買うチョコボールのパッケージに金のエンゼル2倍と表示されていますが、うん、本当に2倍なのと疑い気味です、結構な数のチョコボールを買っていますが金の天使にはお目にかかったことはありません、森永さん、あれは本当に金のエンゼルに会える確率2倍だったの、あ、金のエンゼルはどうですか、当たったことありますか、当たったことないですね、僕もないですし、金のエンゼルってあれ何もらえるんだろう、そもそもなんかおもちゃの缶詰か、うん、大きい缶詰みたいな、この前ねツイッターかなんかで、はい、あのカナブーンのギター、うん、の子が金のエンゼル当たってバズってましたよ、はい、だからやっぱ2倍って要はいつもより2倍入ってる率が上がってるってことのと思います、ニュアンスだよね、うん、その缶の中身何なんだろうね、おもちゃね、何でしたっけ ね気になるけどね、うん、逆にリスナーでいるんじゃない、銀はあった気がするんだよな俺、なんかでもなんかそれでしたか覚えてないけど、いやーこれなかなか珍しい、これはなかなかね当たるとかね、うん、それで言うとさ、はい、ノアセラの父さん、うん、テーマ本当にですが僕が疑ってるのは宝くじです、あ、実際に一等だと高額当選した人に会ったことがありません、うん、本当は一等なんていないんだよ思っている、まあ、確かにそう思うかも、以前兄がサッカーくじトト、うんうんうん、一等が当たり配当金を確認せず友人たちに大盤振る舞いしたら、まさかの数万円で赤字になったのは笑いました、まあねトトねありますけど、うん、でも一等高額当選宝くじは、でもこれ一等の人は言わないんじゃないかな、うん、そのパターンじゃないかな、黙ってるんでしょうね、だって絶対狂ってくるよね、うん、周りの信頼を失うっていうか、そうで一等いくら前後賞合わせて何億、何億、7億、本当に7億、7億当たったら言うどう、いや今日帰りの途中さつい買ってさ、はい、パッと見たらさ、はい、みたいな、わあっってなって、はい、どう言わないですけど、なんかフェードアウトするかもしれないですね、ラジオ来なくなるのおいおいやめてくれよなんだよそれよ、急に来なくなっちゃうかもしれない、どういうモチベーションでやってんだよそういうお金のためにやってるのかお前はラジオ、いやいや、でもそういうことか、えでもなんかその金銭感覚とか、はい、おかしくなっちゃって、おかしくなっちゃうよ、普通が分からなくなって、うん、っていう人いるんじゃないですか、あ、まあまあそれはそうじゃない、急にサラリーマンで会社辞めるとか、まあ、あ、まあそうか会社辞めちゃうか、でも、うん、で普通の仕事とちょっと違うじゃん我々は、はい、こう、うん、担う部分が違うから、即いなくなるってワード出たのが俺ちょっと怖かったけどいや分かんないですよ、まあね、うん、でもどうしようかな、親に言うのか、でも親に言ったら親を信頼してない2人、いやなんかその親のこと、親が覚醒器になっちゃうことあるよね、やんや言っちゃうかもしんないからさ、はい、親を好きだからこそ、うん、ちょっとなんかそれで輪を乱す、まあね、しちゃうかもしれないと思って心配になるかも、そうね、うち靴屋やってるからさ、お店やってるからさ、はい、長くあったらさどうするんだろう、とか思っちゃうよね、お店に使うのかな、失敗しそうだな経営、ちょっとどうだろうな、怖いですね、どうなんだ7億、正しい貯金、貯金かな、
でも1個ぐらいなんか買うよね、はい、うわなんかしょうもないの買っちゃいそうしょうもないことに使えそうだなあめっちゃ怖いでしょうね、想像しただけでもうもらった気になってる我々。いや本当それだけで僕たちは幸せなのかもしれませんね。K-MIX Move On。 ここからは STC ビジネスソリューションがお送りします。 K-MIX Move On Move OnMove on wave K-Mix K-Mix Move on Move on move さて時刻は6時19分です。今20分になりましたね、はい、ここからは Move on move のお時間です。私たちが日替わりで、まあ、心が動いたことについて何でも話していいよというコーナーでございます許可をいただいてね、はい、ありがたい話でございます、はい、今日は私の担当でして、あの雨の日を好きになろうというテーマで、はい、ちょっとお話ししてみようかなと思います。雨の日はみんな憂鬱になりがちですけども、そうしないと、はい、芦澤さんお好きですか雨の日。雨によるかな。うん、なんか気持ちのいい雨ってあるじゃないですか、はい、適度に降って、うん、でなんならちょっと気持ちいいぐらいの雨あったりしますけど、うん、ザーって降られちゃうと、そうですね、ちょっとねあーと思っちゃいますけどね、はい、やっぱり私も雨の日正直好きじゃなくて、はいはいはい、だけど、まあ、雨ってそのから必ずしもみんなに疎まれる存在じゃないよなって思って好きになろうと頑張ってはいるんですけど、はいはい、おうおう、でもどうしても好きになれないんですよ。まあね、農家の方とかはね、はい、雨降ってくれないと困るみたいなね、うん、その思いはあるでしょうけど、我々一般のものからすればなかなかね、はい、そうなんですよ、はい、で私は特に湿気に弱くて私ははい、私は本当湿気弱なんですよ、はい、でも、まあ、前髪が崩れたりとか、はい、汗ちょっとベタってなっちゃったりとか、まあ、エアコン壊れてた時本当に嫌そうでしたもんね。本当に嫌そうだったよね。本当に嫌そうな顔しましたね。あーってずっと言ってたもんね本当危機でしたね。大変そうでした。ぐったりしちゃうんですけども、はい、まあ、ただ雨の日にもちゃんとメリットがあるんじゃないかと思って、あすごいちゃんと苦手なものに向き合おうとされてると、はい、いろいろ考えました。で先ほどおっしゃってくださったようにやっぱり恵みの雨といって、はい、あの農家さんだったり、うん、外でお仕事をしている何かを育てている人にとってはすごく雨って大事なものでして、はい、そうですよね、やっぱり雨降らないでよとは言えないじゃないですか、はい、それを思うと、うん、その他にも雨のメリットっていうのがいくつかあるので紹介しようかなと思います。雨のメリット聞きましょう、はい、まず雨の雨音、ほう、音ってやっぱ人間の心にすごくいい作用があるんですって。ほう、でリラックス効果とか、うん、人の集中力を上げたりする力があるそうで、はいはいはい、だから、まあ、勉強したい時とか、うん、作業したい時こそ雨の日っていうのはいいみたいなんですよね、はあ、僕が好きなインターステラーっていう映画があるんですけど、はい、宇宙に行くお話ですけど、うん、そこで宇宙旅行が長すぎて、はい、しんどくなってるクルーに主人公がねイヤホンを渡して聞かせるんですけど、はい、それ雨音なんですよ。へえ、あら、もう理にかなっている。そう、なんかでもその話を今パッと思い出しましたんで、うん、確かにその生き物を感じられる感じもあるし、はい、命を感じる雰囲気もあるし、うんうん、っていう意味では確かにそうかもしれないですね。そうですね、うん、雨の音って基本的にリズムも一緒ですから、はいはいはい、そこもなんかちょっとね、 ありがとうございます。めちゃくちゃいいじゃんそう、癒されるんですよ、うん、でですね、雨音の他にもいろいろメリットはありまして、はい、色合いなんですけど、はい、雨が降る日って、うん、その、まあ、晴れている日よりも、まあ、屋外の色合いがすごく優しくなるっていう、ね、で目にもいいし、はい、すごく綺麗に見えるそうなんですね、うん、で実際私雨の日どうしても苦手だけど一つだけ自分でも好きなところはあって、はい、その雨の日のアスファルトの色がすごく好きなんですよ。はい、で
いろいろ太陽とか例えば信号機とかの色がアスファルトに反射しているっていうところが私はすごく好きで、あの雨の日こそ写真を撮ったりするようにしてるんですけども、すごくあの色合いとか 目にも優しい、耳にも優しいっていうところがあります、あとお掃除をする日、お掃除するときは雨の日がいいそうで、おお、そうなんだ。晴れの日に比べて埃が舞い散りづらいんだそうです。水に湿気にまとわれて埃が下に落ちると、はい、はあ、そうなんです。で実質やっぱり雨降った次の日とか空気がきれいになったりとかっていうのもあって、はい、部屋の汚れとかも多少は落ちやすかったりとか、はい、っていうのがあるそうなので、雨の日こそお掃除をねするのにぴったり。まあ、街を雨がお掃除中の間に我々もお掃除しようということですね、はい、素敵な考えで言うならば。そうなんですよ、で、まあ、これはお家人それぞれなんですけど、お花とかを飾ってたりとか、まあ、なんて言うんだろう、家庭菜園とかやってる人にとっては、はい、お水の水やりが割愛できるというまあそうだね、はい、はい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 、雨の日はそういうのをちょっと手が楽になるというのは、まあ確かにね、あります、はい。まあ、ここまでが雨のメリットなんですけど、雨のメリット、まあ、これでも好きになれないという方がもしまあちょっとね、今いろいろパワーポイントで表で出してくださいましたけど、はい、もしかしたらね、ご不満の方もいらっしゃるかもしれません、はい、私的にいくつかポイントがありまして、いただきましょう。雨の日を好きになるために、はい、ぜひやってほしいことは、はい、何でしょう。とてもいい傘を買うことです。なるほど、はい、はいはいはい。芦澤さん傘どんなの持ってます？僕ね、割と普通の折りたたみと普通の傘ですね、ビニール傘とか。でも奥さんは割といいやつ持ってますね。いいやつとかすごい軽くて綺麗なやつ持ってますけどね、はい、結構ね、やっぱ安くて大きくてビニール傘私も結構使ってるんですけど、はい、ちょっといかんなと思って、なるほど、ちゃんと百貨店で傘買ったんですよ。いいじゃないですか。これがすごく良くて、ああそう、楽しいんですよね。わかるよ、使うときはそのときしかないからね、はい、やっぱりその傘の中でしか味わえない空気感みたいなのがあるので、ぜひ傘にこだわっておくというのもいいですし、個人的に、雨の日の公園がすごく好きなんですよ。雨の日の公園、はい、ちょっと多分土の香りかなっていうのが、上がってくる、地面から上がってくるのが、いや、なんか想像はできますね、はい、あの感じね、すごい好きで、はい、だから好きな傘を持って雨の公園にぜひ行ってほしいんですほう、でそれでも雨を好きになれないという方、まだあるんですね。最終手段は雨が出てくる映画、そして音楽を聴いてください。雨に歌えばもありますし、はい、ショーシャンクの空とか ありますね。雨のシーン、はい、雷が落ちるあの中でね、こうやって両手広げて、そう、楽しいね、あと私最近で一番雨が出ている映画でとてもインパクトがあったのが、はい、パラサイト。パラサイト、半地下の住人、はい、韓国のちょっと怖いシーンなんですけど、はい、雨が降ってくるシーンとかもあって、ああいうのを見てからちょっと雨の日外出るとまた気持ちが変わりますので。確かにね、はい、その時に聞く音楽もあるでしょうし、そうです、そうです、はいはいはい、やっぱり音楽も聞こえ方がちょっと変わってくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、せっかく今梅雨シーズン、はい、年に1回だけの梅雨ということで、うん、逆に楽しもうよというこの限りある時間をちょっと好きになっていただけたらいいなと思ってお話ししました。まさか。でもね、もしかしたら人によっては、好きな人に会いたいのに、傘がないって人がいるかもしれませんから。誰用水ですか？誰上用水？誰上用水はもうイノしかいないの。他難しいだろ逆に。そうね、はい。そういう方もいるかもしれない。だからぜひともいい傘をね、はい、持って、そうですね。ドラマが生まれる日ですから、雨の日は。出会い苦手なやつが何言ってんだと思いますけどまあでもね、でもまあいいです、もう星今回3つですよ。ありがとうございます。この雨をこう好きになろうという努力、そしてみんなもこの雨の今音聞きながら喋った感じもなんか良かったですよね。雨の中でやっぱ喋ろうとすると、雨の雰囲気っていうのがありますよね、やっぱね、はい、なんかその独特な、あの時にしかない、そう、
あの感じやっぱね、あれがあるからやっぱ晴れがね、うん、生き生きするわけで、そうですね、はい、いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。必ずしも悪いことばかりじゃないよというのをね、うん、皆さんも覚えていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。ということで、今回は雨の日を好きになろうをテーマにお話ししました。明日はどんなお話になるんでしょうか。はい、お楽しみに。Look around. Look ahead. K-Mix. K-Mix. Move on. さて、時刻は6時30分になりました。はい。ここからはですね、ゲストをお迎えしてお話を聞いていこうかなと思います。行きましょう。この方にお電話つながっています。では、自己紹介をお願いします。こんにちは。シンガーソングライターをしています。ゆうかです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゆうかさんということで、今、どちらにいらっしゃるんですか？今、名古屋にいます。あ、名古屋ですか。はい。プロモーション的な感じですかね。はい。あ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。ということで、改めまして、ゆうかさん、どんな方なのか、皆さんにちょっとね、川崎さんの方からお願いします。ご紹介をいたします。はい。ゆうかさんは2000年沖縄生まれ。15歳の時にアコースティックギターを手にし、17歳からオリジナル曲の制作を始めます。そして映画の主題歌を作るオーディションで特別賞を受賞し、音楽活動を本格的にスタートさせます。今年の3月にはアメリカ・テキサス州で開催されたサウスバイサウスウエストミュージックフェスティバルにも出演し、今注目されているシンガーソングライターです。すごいっす。サウスバイサウスウエストですよ。めちゃくちゃでかいフェスですよね。出させていただきました。これ、はい、今年ですもんね。いかがでした？そこから見る景色は。もう、3月に行かせていただいたんですけど、すごく楽しくて、もう全国じゃない、いろんな国から、はいはい、たくさんのアーティストが来て、うん、そしていろんな国からたくさんのオーディエンスが来てっていう、でみんなオースティンに集まる、はい、テキサス州オースティンに集まるようなイベントだったんですけど、うん、もう本当に私もライブをさせていただいて、会場の雰囲気がすごく楽しくて、うん、なんか楽しいってなったのもあったし、はい、他のアーティストの方々 のライブも見させていただいて、もう本当に滞在中すごくたくさんの刺激をもらいました。めちゃくちゃすごいことですよ、本当にね。この日本のアーティストがそこでやってるってことも素晴らしいと思いますしね。もともと沖縄で海外とかは行かれてたんですか？幼少期の時に、はい、1歳から5歳くらいアメリカに住んでいて、はい、1歳から4歳かで、5歳から8歳くらいスイスに住んでいたんですけど、うん、なので物心がスイスでついたので、わ、なんかその後日本に引っ越すんですけど、はい、逆カルチャーショックみたいなのを受けたりして。そりゃそうですよね。一番のショック何でした、はい、ちなみに。何でしょうね。でもすごく同じものが多いっていうのが、なんか大事っていうか、同じものが多い、ほう机も同じだし、はいはいはい、マンションも同じだし、うん、上履きも同じの買って。ああ、そう言われればめっちゃそう。学校で指定されたものをね、その感覚俺らにもうなんか当たり前になってて、はい、気づけないかも、うん、確かにそうですね。それがすごく、はい、憧れてもあったし、でもやっぱ実際に来てみて本当に全部一緒だと思って面白いね。確かにそうだもん。そうですね。なんか海外とかだったらそれぞれ個性的なものを自分たちで持って好きなものを履いてみたいなことですよね、はい、もうほとんど逆に同じものがお揃いとかはほとんどないみたいな。あ、そっか、逆に日本人っぽいんだね、それがね。うーん、あー、なるほどね。私はそれをすごく感じました。面白い角度、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今日のテーマがねあってですね、はい、今日は本当にっていうことで、なんか、はい、まあ、みんながちょっと疑ってるもの、これ、はい、本当です、宝くじ一等って本当当たった人いるのみたいな、なんかそういう疑ってるもの、
ゆかさんにいきなり疑ってるもの聞くのどうかと思ってるんですけど、なんかあります？その、あんまり信用してないこととか。あの、皆さんの共感を得られるかはわからないんですけど。いいですよ、そういうので。はい。あの、今、名古屋で、その一日、こう、たくさん移動したりして、はい、あの、今日一日活動してるんですけど、はい、同行してくださってるスタッフの方が、エレベーターに乗った時に、はい、あの開くボタンと閉じるボタンってあるじゃないですか。あります。なんか名古屋で、ね、その開くボタン閉じるボタンってずっと光るのに、うん、なんか光ってないエレベーターが多い気がするっていうような話になって、で私たちスタッフ数、私とスタッフの方数名で結局確かにっていう結論になって、なんかあの本当にって感じなんですけど、エレベーターのその開閉ボタンが押しても光ってないものが多いってこと？光ってないのが多くて、なんでだろう。でなんか、はい、それはなんか本当にって思うんですけど、でも検証してると本当になんか光らないことが多くて、名古屋の人どういう感覚なの？どういう気持ち？名古屋の人、ちょっと静岡の方ってなんか、はい、静岡のエレベーターってこう光りますか？光りますよ。光りますね。光りますよ。名古屋だけ光んないってめっちゃ面白いな。なんだろうそれ、うん、なんだろうそれ、たまたま故障のやつにぶつかってるのか、いやなんかでも新しい、なんか全然で、あのネットで調べたりしても全然そういったことは書いてなくて、偶然なの。でも停電だったらそもそも動かないしね。うん、そうですよね。ちょっとごめんなさい、あのめちゃくちゃ気になる話ありがとうございます。面白い。次の曲に行きづらくなるぐらい話がもう気になってしょうがないですけど、はい、そんな優香さん、どんな優香さんだったんでしょうけど、はい、先月26日にデジタル EP アローントゲザーを配信、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはエレベーターに閉じ込まれたアローンってことではありませんよね。やりますね。はい、アローントゲザーですから、うん、これ2人きりみたいな意味でしょうか？はい、2人きりという意味で、はい、あのなんか二人きりっていうのもすごく私にとってあの大事な意味なんですけど、はい、アローンが一人ぼっちで、トゥゲザーがみんな一緒という意味で、はい、反対の言葉が二つ並んでいて、そうですね、はい、私はそれをあの一人ぼっちだけどみんな一緒とか、みんな一緒だけど一人ぼっちっていう意味にも取れるかなと思って、はい、なんかそういう風に考えた時にこの5曲入りの EP なんですけど、はい、EP もその本当にバラバラな楽曲、方向性がバラバラすぎてどうしようかと思ったんですけど、はいはい、アローントゲザーというタイトルを思いついてから当てはめてみたら、なんか全部にこう共通することかなと思って、うん、なるほどね。確かにそれぞれはそれぞれの作品だけど、うんうん、なんかコールタイトルにすることによって、はい、実は同じのとこにいるというか、うん、ね、同じ空間にいるんじゃないかという感じになるのかもしれない、はい、聞かせていただいておりまして、我々も、はい、まあ、曲の感想後でたっぷり言おうと思ってますけど、すごい好きでした僕、うん、ありがとうございます。とっても素敵でしたね。俺後で言うって言いながらもう今言いたいけど、なんかね、あのなんていうのかな、このゆかさんの楽曲自体にあの、はい、室内というよりも外というか、うん、あの、はい、なんか曲の中の例えばいろんな変化とかも、はい、なんかすごい外を感じて、うん、なんか、あの空気とかその温度とか、はい、なんかそういったものが、はい、なんか風とともにこう音楽がこう迫ってくる感じっていうか、それがすごいなんかね、はい、良かったんですよ。だから外で聞くべきだなと思って、歩きながら聞かせていただきました。はい、どうもありがとうございます。ちょっとその中からぜひとも1曲ご紹介していただきたいと思います。どの曲に、まあ、じゃあ曲振りお願いしますので、ぜひとも曲紹介お願いします。振りました。それではアローントゲザーから聞いてください。ゆうかでスイミー。青く青い深く深いその場所では、ああ
え、いいな、めちゃくちゃいい、俺すっごい好きなんですよこの、うん、スイミーって曲すいません、あの曲中にずっと喋ってましたね、ごめんなさい。ありがとうございます。すいません本当に。川崎さんいかがですか。はい、私優香さんの楽曲ってなんかこれまでちょっとなんか陰の部分、はいはいはい、影っぽい曲が多いようなイメージだったので、うん、このスイミー聴いた時にすごく驚いて、あ、なんかすごくちょっと明るいじゃないですか。なかなか陰と陽どっちも持てるっていうのがすごいなと思いますし、なんかその音楽、いろんな音楽作りたいっていう貪欲さみたいなのもちゃんと感じられるのが、はいはい、 ね、その楽曲たちの中のね、それぞれ曲の違いも含め、なんかやっぱ欲っていう曲があるぐらいですから。あ、そうですよね、本当に欲に素直に、そしてこのなんかこう音楽を手にした優香さんのこの、あ、ここに行くしかないんだ私はって感じというか私はこれをやっていくんだってなんかを見つけてしまった自分みたいな感じがすごい、なんかその不安ももしかしたらあるかもしれないけど、それ以上になんか高揚感があったのかなとか、走り始めてっていう感じ、なんかそれをね、なんか他のことで誰か何か見つけた時にこんな感覚だったら素敵だなというか、わ、やべえかも、私これ好きかもみたいな、なんか見つけた感、ごめんなさい俺すげえ喋ってるわゆうかさんの近くで、ごめんなさいって感じがしました。いや本当その通りの、こんな気持ちに聞いてくれる方にもなってほしいなと思って作っていたので、はい、もうまさにですごく嬉しいです。いやいや、なんかでもそれが音楽でやっぱ口で言うの簡単ですけど、はい、感覚をやっぱね、理解してもらうにはこういう音楽とかやっぱ必要で、そうですね、こんな感じよっていう、なんかいいっすね。スイミーってタイトルはなんでスイミーだったんですか。あのスイミーっていうお話、あ、もちろん存じております。頑張れスイミーでおなじみ、はい、はい、それこそあの先ほど転校、あの日本に帰ってきてびっくりしたって話をしたんですけど、はい、あの小学校の時の教科書に確か載っていて、その話が、はいはい、僕あの黒い睡眠だけ色が黒くて、他の赤なのに、はい、で一人で泳いでたけど、こう仲間を作ってそれであの打ち勝つっていうようなお話だったと思うんですけど、そうだね、ここが、はい、なんかなんとなくずっとその話が私の中に残っていた部分があって、はい、でなんかこう歌詞を書いていくうちに、あ、なんかすごくその空とか海とかを想像しながら書いてたんですけど、あ、これスイミーのあのお話とちょっとなんかこう重なる部分があるというか、何よりこうスイミーの話を読んで、あ、なんか響くなって思ってた昔の私とかをすごくなんか、なるほど、ないと思って結局スイミーというタイトルになりました。さっきのね、はい、日本についてびっくりしたことが全部同じっていうのが、うん、周りの人たちがまさにたくさんもしかしたら同じような人に見えたかもしれないし、それがその中で自分がどう生きていくかみたいなところで、はい、何か自分の個性を見つけたその感じ、めっちゃいいタイトルじゃないですか、ね、あ、 ありがとうございますなんかすごくしっくりめちゃくちゃいいじゃないですか、嬉しい、ね、え、いや、いいわ、素敵曲中喋りすぎたすみません本当に申し訳ない、ということで、今後、まあ、ライブもね、あ、そうですね、ね、たくさんあると思うんですけれども、はい、ライブの告知いきますか、現在ファーストツアー2023アローントギャザーを開催中ということで、はい、今まさにツアー中だ、はい、大阪東京でのライブはもうすでに終わったということですね。どうでした、はい、
めちゃくちゃ楽しかったです。生まれて初めてのワンマンだったので、うん、あのなんかこう独特ワンマンならではのすごく興奮した気持ちとか、はい、あと初めてあのフルバンドで、はい、あの演奏させていただいてるので、あのサウンド感の違いとかもすごく楽しくて、もうすごい楽しんじゃってま す, いいす、ね、アルバムっていうか今回の、ね、楽曲の中でも曲調が全然ものによって違うから、うん、それがバンドで表現されてくってことですもんね。はい、うん、あ楽しみ。いいじゃん、だって仲間がいなかったはずの黒いスイミーが今客を集めて黒い集団が集まってきてるってことですから、それぞれのスイミーが集まってきてるってことですから、めちゃめちゃいいじゃないですか。すごい素敵な表現ですね。すいません、なんか恥ずかしい、そう言われるとめちゃくちゃ恥ずかしいですけど、めちゃくちゃ嬉しい、すいません本当に、はい、そして今度の日曜日6月11日には名古屋のスペードボックスでの公演があります。うん、これツアーのファイナルということですかね。はい、はい、ツアーのファイナルです。ということなんで、うん、もっともっと大きな数のたくさんの仲間たちが増えて、はい、このスイミーを歌った時の高揚感、ちょっと想像するだけでもたまらないものがありますけれども、はい、いつか我々もライブも遊び行かせていただきたいと思いますんで、ぜひ来てください。最後に何かメッセージ等々あれば。はい、もうどんどん曲も作っていってリリースさせていただいて、あのライブもたくさんしたいと思っているので、あのぜひあの直接会えたり曲を聴いてくれたりしてくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、ぜひとも皆さん聴いてみてください。はい、ということで、うん、この時間のゲストはシンガーソングライターの優香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Move on wave. K-Mix. Look around. Look ahead. K-Mix. K-Mix. Move on. エンディングだよ。はい。ということでエンディングの時間になってしまいました。ということで、はい、じゃあ先に昭和ミートから牛肉焼きそば2食入り2袋のプレゼント当選者の発表です。あげるぞあげるぞい。当選者は、うん、ラジオネーム静岡クルーのマー君さんです。おめでとうございます。金縛りのメールの金縛りのメールね、2日に1回になるぞっていう ね中学生の同級生が言ってたやつですけども、うん、ちなみに回答が来ましたよ、宝くじの話。はいはい、かろうじて人間さん、どういうラジオでも、宝くじ当たった人知ってます。小学校6年生の時の担任が5000万当ててましたよ。やば、50代から60代のおばあちゃんの先生で、はい、嘘とか冗談とか言うタイプの先生ではなかったので、うんうん、本当だと思います。子供だったからへえ当たったんだくらいに思ってました。うん、どうしたんでしょうね、 5,60 代で 5,6,000 万手に入れたら、いやもうどうしよう。でももう学校破るとかって感じじゃなさそうだよね、そこまでいったら。好きなことに使うんでしょうね、趣味に。いつもらうかって結構大事じゃない。あ、そうですね。だってそうね、90代になってもらってもさ、うん、どうしようってなるし、もうやっぱ孫に全部みたいな、孫に 全入れかな。でも20代とかは早すぎるし、はい、もうおかしくなっちゃうじゃん、うん、ちょっと危ない、金使い方おかしくなっちゃうから、うん、適度な年齢ってあるけど、いつがいい？5000万もらうんだったら、まあ私早い方がいいかもでやっぱコツコツ使えますよ。なるほど、頑張って。本当にもらった瞬間狂っていかない？大丈夫？大丈夫、まあ、あと親にちょっと分配するかですかね。あ、っていうことを考えると早い方がいいかな。確かにね、親のためを考えるとね、はい、あ、確かに親にいくらあげるからな、うん、まあ要はいいや、この話するとなんか汚い話ばっかりなりそうだからやめとくけどね、はいはい、皆様からたくさんね、いろいろお伺い、いただきましたけれども、うん、ありがとうございました。ありがとうございます、うん、この後7時からは DJ ロニさんの K-MIX ルーツレディオです。本当に？はい、そして明日火曜日のムーブオンも私たち2人が担当いたします。本当に？イエス。いやでも分かんない、今日の回で宝くじがって当たってたら来ないかもしれない。来ないかもしれない。どうするの、今日当たってたら来る？あ、早く答えろよなんで来ない可能性あんだよ。いや来てよ、絶対来てよ。 8-2 で来ない。なんで来ねえ方が多いんだよおい、明日もムーブオン本当だろうな